実際夢なんだよね。うん、この仕事でさ、お金貯めて、うん、そうね、赤羽あたりにさ、なんかちょっとしたこじゃれた音楽がかかるバーでもさ、開きたいなとか思ってんだけどさ、うん、そもそもまだこの仕事で金なんか稼げないわよ。本当やね、うん、昨日退入したあの子、若い子いるじゃない。あの子、今日だけど、マミちゃん、そう、うん、3人指名入ってんだ。死んだの？え？指名入った。あ、指名入った。死んだのかと思って、うん、マミちゃん死んだのか。3人も入ったの？そう、 うわー、マジ？今年始まった亡くなられたった。あんたもじゃない。足？うん。あんた何人入った？私、入店8年目だけど、まだ2人かも。4年に1回。クミちゃんは？私あんたよりかは稼ぎ頭だから。本当？うん、私だったらほら、あ、マグチいるじゃん。私はほらこのほら店内緒でほら何でも OK な方だからさ、内緒ですよって。闇券ってこと？内緒ですよって言ってほらあのサービス以上のことやるからさ。あ、それどこでもらってるの？余分に？そう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 。うわぁ、店長に内緒よあんた。いや、そういう人いたと思って。そう、でもなんか生き方上手い人って、うん、やっぱ得するよね。まあ上手いんだか下手なんだか分かんないけどさ。私ほら真面目だからさ。そうね、うん、だからなかなかこううまくいかないのよ。あの全部こう喋れますかって言ってもさ、うん、あのちょっとあんま得意じゃないけどって言うよ、ん、私とりあえず何でもできますよって。だから指名来ない、うん、歯立てちゃうからさ。あ、それはね、すごいいるじゃない、歯立てる人。はい、私あんたなんだ。歯立てるんじゃない。私ほら歯抜いたからさ。あ、マジ？そうそうそう。ええー。評判いいよ。おばちゃま風？おばちゃま風、うん。そうそうそう。でも昨日ね、あの送りのお兄さんがさ、あの皆さんいつもなんかいつもだねって。あとでもそのうちね、うん、違うところに送られるから気をつけな。この仕事。違うところに送られるからマジで。本当に。指名入んないかな。いや、あと始まってんじゃないこれ。始まってる。やっと始まってる。始まってんじゃない。やだ。あんたさ。始まってた。やめなさいよ。もう私たちの、うっかりなプライベートエピソード。プライベート投稿ですね。皆様にちょっとこちら。本当の仕事はね。消しちゃうぞ。そうね、皆様にはね、ちょっとラグついていってるんだけれども。うん、ねえ、本当にもう。ね、夜の色々あるよね。そう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 、うん。夜の彩り方もいろいろあるから。そうそうそう。ね、そうそうそう。あとね、4年に1人のご指名で、なんかどうやって、なかなかね、こう厳しい政権を立ててらっしゃったと思うんだけれども、うん、いやいや、とりあえず、そう、そういうわけなんだけどもね。はいはいはい。うん、こんばんは。こんばんは。ドリアン、ブランドチリトリスの、まあ、大変ね。ということで、アマゾンです。大変お届けします。ブラチリです。あ、今回はね、うん、久しぶりですよ。生配信が久々なんじゃない？で、こういうなんかこういうスタイルの、なんかほら、なんか内も1周年だっけ、2周年だっけ、あの時の生配信があったけどさ、あれって今年じゃない？去年？あれいつだったっけね？去年じゃない？うん、去年の夏だった。夏だったね。夏だった。そう。あのいつもはね、我々の配信とかってあの新小岩駅徒歩18分の枝豆純子さんちのあのところからね、お届けしてるんですけれども、うん、今日はせっかくなので、こちら新小平駅徒歩25分、ドリアンの家からお届けしたいと思います。25分ってさ、その駅で会ってんの？まあ、なんか違う、まあ、いいの、とりあえず新小平の方がさ、25分歩いたら大体5分ぐらい。いいのいいのいいの、もう西武鉄道にね、しっかりとこちらもう骨をうずめるつもりで。渡辺美里とあんたぐらいだよ、西武鉄道に。そうだよ、堤先生ね。堤兄弟どっちでもいいよ。てなことでね、そう、今回の生配信は何、今日何、今日は、知らないんだよ、ね、2021年みんなの思い出スケベ&恋愛事情。あ、そうなんだ。そう、今年と、まあ、去年と、うん、去年あったいろいろなエッチな、皆様のエッチなことと、うん、まあ、今年どういう年にしていこうかなっていう、どういうエッチしたいかなっていう、うん、あのものをですね、伺いたいなと思います。うん、そうかな。あのゲーム、皆さんご覧になってる？これ、見てんのかな、誰か。あ、見てるものすごい広告流れてんじゃん。
ねえ、ほらやっぱりさ、この去年もやっぱりこう1年間を通してこのなんていうの COVID-19 だったじゃん。あ、そうだよね。そうそうそう、うん、またあんた聞いてなかったでしょ。聞いてなかった。今、違う、すごい名前だなと思って、おまんこうじきみまろって。やだ、おまんこうじきみまろさん。あら、これちょっと新しく今日のねえ、今日のテーマにぴったりのおまんこうじきみまろ。あら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 、結構ギャルだよ。結構、え、嘘、おまんこうじさん、うん、結構っていうか、鬼ギャルじゃん。あ、バーシルさん。あ、バーシルさんもいらっしゃる。うん、いらっしゃる。バーシルさん、バーシルさんずる、なんか、ちゃんと何やってんだよ、やってんだよ。バーシルさんとね、あ、バーシルさんね、このエッチな話題好きだから。好きだからね、バーシルさん意外とエッチな話好きだから。うん。あ、じゃあ結構ね、男性、同性愛者の方もいらっしゃるのかしら。いらっしゃりそうね。そうだから去年もね1年間を通してやっぱりこう COVID-19、 COVID-19 ね、いやー COVID-19 の中で、じゃあ皆さんがじゃあどんな、その中でもどんな、セックスをしていたのかな、どんなこのイチャイチャをしていたのかなっていうのを COVID 中の、そう、うん、この乾ききったね、うん、この中年女装を2人に教えてほしいなと思って。分かる。 COVID-19 の時の、うん、政治上あんまないかも。あとみんな、お、あ、そのあなた、私も全然ないわ。あ、だって私になって、あ、気づいたら半年やってないもん。あら、あらあらあら、COVID-19 growing up よ、私。いやだ、大変な、COVID-19 growing up。 そうですね、さっきから美里に香りにいろいろ言ってたんですけれども。そうだから結構ね、この皆さんもアメリカから応援しています。こちら午前6時頑張って早起きしました。Good morning。 え、6時なの？だって大変よ、クルーニーよ、ジョージ・クルーニーが。あ、そうだ、あ、ほんとだ。私たちをオーシャンズ27に入れてください。しかも 19.99 度。なぜ20度じゃなかったんだろう。早起きしたのよ、間違えちゃったんじゃない？待って、これ玉転がしてた、これアイコン大丈夫？これだってソーセージじゃない？これソーセージかな。ソーセージよ、よね、そうよね、うん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 、おみかん2つとソーセージなのかな。ビデ夫人っていいね。いや、好きだね、ビデ夫人。私たちのチャンネルだって結構皆さん、しかもさ、このさ、フーさんもさ、うん、フー見えてる、このフー、ちょっと表記がおしゃれなのよ。フーは、ハイフーフーって言われて、そうなのよ。みんな考えるね。このコロナ禍でのセックスでも、それこそさ、うん、こういう、まあ、飲み屋とかが、まあ、閉じちゃったりクラブとかが、うん、閉じちゃったりした中でさ、うん、やっぱり独り勝ちしてたのはこのこちらのアプリじゃない。そうだよね、まあ、こちらのアプリはもう独り勝ちじゃない、ウハウハじゃない。いや、だって、こちらのアプリが皆さん活用されてね、いろいろやっていたと思いますけども、いいな、あなたいつにも増して本当に何も考えてないね。いいな、いいな、いいよね。スマホだから金額がプリセットで自分で金額が設定できないんです。ジョージ、世界で最もセクシーな男に選ばれたんだから。そうなんだ。あ、ミートボールとウインナーなんだって。ん？金の玉転がしさん、まあ勇気がないね。本当よ、出してごらんよ。いや、もう終わりよ、そしたら。終わりだと思うよ。そうね、だからやっぱりこのね、やっぱこの私たちカサカサでカラカラだから、本当に皆様のいろいろなこの性事情とか、なんかちょっとこう胸キュンなデート事情とかを教えていただいて、もう私たちがそれを追体験させていただこうと。そうだね。私たちは同棲できなかったけれども、皆様のね、その体験を伺って、ちょっとこう代わりに心のね、湿潤を図りたいなと、湿りたいなと思って。ねえ、ホモの皆さん、ちょっと書いて。でも、あれだと思う、この8時でしょ、うん、8時に土曜日、多分ね、土曜日ね、まだね、一杯も飲んでらっしゃらないんだよ。あー、テンションがまだね、ちょっとまだね、上がってないから。お酒ちょうだい。まだ上がってあれ、待って、来た、あれ来客、ちょっとゲスト、なかなかいない、新子代だよ、ここどこだと思ってんの。うん、
えー、だからここから来るって言って本当に下手したら美里、もしくは堤兄弟が来たんじゃない？美里ライブ中だった。美里ライブ中かな。夏が来たら。いや10年後なんだっけ、10年前だっけ、なんだっけ、10年前の10年経ってなんだっけ、10年10 years ago 10 years ago じゃない、はい、うん、アゴか、うん、多分、うん、2020年5月からいたしていないし、陰備な動画を見せ合ってばかりいたので、今年ことは大きめなメンズ見つけていたしたいと思います。この2020年 5月ってことは結構結構よ1年半、1年半10ヶ月ぐらい、うわ。だって2020年、私たちがさ、この前にこちらの、ここのこちらっていうか、私ん家からあのほら、いろんなお話したじゃない、夏に、うん、あれが多分2020年の8月とか7月だから。そうだよね、焼きメロン、そう、流行してた時の劇、そう、あなたが焼きメロンで、私このなんか、うん、あれでもさ、一回さ、あの時代って夏って終わったの、一回ね。どういうこと？夏って終わった？違う、緊急事態が終わって、一回、晴れやかになった時だね。いや、あの時はまだ緊急事態宣言中だった。嘘、そうだっけ？確かそう。だから多分視聴者の方も多かったんだと思う。あ、そうだっけ？あ、緊急事態宣言中だった？同居してる恋人がいるので、寝すぎて今年入ってももちろんしていません。使徒襲来？なんか、どういうこと？ちょっとおかまの皆さんの去年こんな面白いセックスあったっていうエピソード、うわぁ、あぁ、すごーい。え、そんなのあんの？あるよ、今ご覧ください。こちらですね、お隣のマクドナルドさんからですね、こちら差し入れが届きました。ちょっとごめんなさい、もうちょっと私たち血色女装だから、ちょっと召し上がりながらちょっとお届けしてもよろしいですか？やるこの手のところね。それは何、あの後ろの気配を消すってことなの？なんか読みやすくするためってことじゃない？温度とかじゃなくて、温度じゃないでしょ。でもさ、まあ皆さんのエピソードも拾っていくけど、うん、まあゆっくりさノープランね。ね、これ最近どうだったの？なんかこの生活の時なんていうの、なんかいろいろほらショーやったりとかしてたよ。そうで、去年の年末、違うか、あれ、いや、いつだっけ、年末じゃないか、1月23日1月23日、結構だ、それか、バカなんじゃないの、大丈夫、昨月末か、昨月末、新木場でね、うん、ハゲハという箱が大きい、うん、スタジオコーストというあのクラブがクロージングするということで、そう、ね、まあ、そのクロージングの直前に大きい大規模なゲイベントがあるということで、うん、ちょっとね、大舞台でいいやってやらせていただいてね、もうドリアさんもやってね、私はもうサファイアクイーンで、私サファイアです、わー、ブルーブルー、ネバーイナー、なんかブルーっぽいよね、私、うん、あの色を見返した時に、うん、あ、ドリアってブルーだなと思って、あ、そう、うん、あんまりこのなんか黄色とかピンクってイメージはない、そうね、黄色ピンクはあんまりなくて、緑も違う、暖色じゃないんだよ、赤、紫、うん、濃い緑、いや赤もない、あ、そう、あら、赤いっぱい着てるけど、うん、ないな、だから青だったの、すっごい、うんうん、青じゃない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 、そうそう、あ、すごい、私ね、こっち酔っちゃうんだよね、じゃあ私こっちにしようか、はい、うん、やった、優しい、そう、青だなと思った、うん、そう、で、まあ、見に来られた方もいらっしゃるしね、うんうんうん、ご時世だからね、来れなかった方もいらっしゃいますけど ね楽しかった、でもあのショーケースの映像、なんかいつか、なんか映像になって、そうそう、できるアップすると思うよ、うん、うん、なんか見て、ぜひご覧になって、うん、最近はどうだったの？最近はね、なんかね、それに集中してたのか、うん、なんかね、私やっぱりこう、ショーとか、なんか少しこう大きなことがあると、それに集中して性欲なくなるの。はい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 。本当にこれがだから、うん、ずっと続けば、うん、私この暴れん坊な性欲がね収まるんではないかってね初めて気づいたんですけど、うん、何かやっぱりこう全てを注げないものが
あるとなくならないそういう時って。てかもう私もそもそも本当にない。あ、そうか、あなたは全部前から泣いてたんだよ。そうなのよ。あなたまだ全然性欲あるの64なのに。うん、え、性欲はあるけど、あの心臓を倒れてから、そうね、あのね、人と絡みたくなかった。あー、なるほどね。なんかね、脱ぐのがめんどくさい、人と絡んでる時に死んじゃうかもしれないと思って、うん、そんで、やめた。死なれた方もいい迷惑だし、死なれた方もいい迷惑だし、うん、なんかね、わかんないけどタイミングが悪く、なんかあんまりやってなかったから、うん、そう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 、なんかね、なんかね、集中しちゃう。あ、今度はユーロで行ったよ。え、ジョージ？うん、今度はね、この方はね、ギリシャの方かな。あら、なんでギリシャってわかんの？あの、よくいらっしゃるの。あ、そうなんだ。うん、パールにはゴーゴーアキさんって宣伝されてましたね。パールにはゴーゴー、うん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 、あの、パールキングね。うん、アキさんでしょ。お二人にはアレキサンドライト。え、アレキサンドライトね。あの、緑とか赤で確かね、光で変わる。あー、アレキサンドライトね。うん、あずきサンドライトかと思った。え、あずきサンドライトかと思った。そういう女装理想だよね。いるか、そう、いたっけ。いるよ、あずきサンドライト。うん、いるいる、あずきサンドライトさん。副上司もね、でもそうね、セックス中に。そうなのよね。いや、これがさ、このなんていうの、好きな男ととかだったらいいけどさ、いろいろこう、うん、一回こっきりの人が、あの、腹の上でね、あちらに叩かれたら本当に迷惑だよ。いや、迷惑だよね。いや、わかるわかる。私でも、一つだから、あの、なんだろう、ご年配の人とね、やった時とかね、うん、あの、本当に、あの、こう、なんだろう、興奮して、先に行かないでよと思っちゃう。行くってのはもう、あ、そう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 。だから、それこそほら、ダブルの悲劇じゃん。あ、そうだよね、副女子だ。うんうん、知り合いのオケ専ホステスの彼氏さん80歳だけど全然現役でやってらっしゃる人。ええ、80歳？でも心臓への負担が怖いからバイアグラとかをお使いにならないみたい。ってことはバイアグラを使わずに80歳がセックスできてるってこと。80歳ってすごくない？あと16年後だ。あ、そうね、うん、あれ一度忘れてるの。16年後、うん、でも、あの、普通のストレートの男性と、うん、ゲイの男性の、うん、なんか違い、根本的な違いじゃないけど、うん、なんとなくね、なんとなくね、ゲイの方の方がすごい高齢になっても性欲すごくありそう。それこそ80、90あるのかな。あるかな。ストレートの男子よりありそうかな。うん、私の変な偏見だけど、ゲイの方の方がストレートの男子より性に奔放な気がする。まあ、それそうじゃない、うん、まあ、こんなんてお互いの利害が一致してるじゃん、うん、このいわゆるもう一発やりたい者同士だからさ、うんうんうん、それがストレートの男子よりも強い感じするから、うんうん、そう、私なんかそれこそ昔ね、このまあ結構大昔だけど、うん、まあ、その大人の社交場でこうぐっすりしてた時に70歳ぐらいの人にまたがられてたことがある。わっ、おいくつですかって聞いたの。え、聞かないけど、まあ、ビジュアル的に70ぐらいかなっていう人が。わかんないね、そんなの。90ぐらいだってかもしれない。まあ、でもだとしたら、いや、すごいな。すごいね。でも、なんかあれだな、あれなのかな、なんかこう、こう、穴が涼しかったから埋めたかった。なんか、とりあえず乗っかった。穴冷えしちゃってね、穴冷え。穴冷え様、穴冷え様。穴冷え様。でも、マシュー・マコノヒーのお父さん、副上司だそうですので、やっぱジョージ・クルーニー、ハリウッド事情には詳しいのね。まあ、シューマコの日って最近だとなんだろうな、何出て、氷結の時、昔だな。副上司なんだ。鬼怒川でよく行く屋台のおじいちゃん、80歳だけど。どこもあったらやらないんだけど。60歳のお客さんといたしては、あの、え、屋台のおじいちゃん80歳だけど、60歳のお客さんといたして話してました。コツはお尻の穴に力を入れること。ええ、どういうことだ。鬼怒川でよく行く屋台のおじいちゃん80歳と60歳のゲイセックスの話かな。じゃないかな、うん、ジャッジミーからロサムの感じの男の子で、それで
スケベな話、この1年8ヶ月ほどいたしてないので、これまで経験したスケベな、大丈夫ですよ。あ、全然いいんだよ。そう、お子さん系じゃなくても、なんかこの生まれてから、小学生、中学生でもいいんだよ。そう、大変。自慰行為で死ぬ人が 8% いる。どういうこと？え？そんなはずある？え、じゃあ 100人オナニーしてたら8人死んでるってこと？え、それってもう、何？若い人でもってこと？お年寄りが興奮して心臓かな。嫌だわってフィデル人がね、嫌、うん、だわうん、いいね。デヴィ夫人は世相を切って、ビデ夫人はセックスを切ってほしいな。それ皆さん、本当に今回は本当にノープランだからね。うん、やっぱこう一緒にこうコンテンツを作っていきたいな。なんかね、ここ最近なんか真面目腐ってたじゃん真面目、そうね、仕事しようとする、そう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 、姿勢が見えちゃったんですね。そうそうそう、真面目だから、ね、真面目だから私たちね、本当にね、うん、で結構だから、それこそでも本当にね、素敵な方たちと、うん、鎌田さんはじめ、星井さん、オナンさん、三ツ矢さん、三ツ矢さん、デビスさん、うん、あ、これから放送される、うん、いやね、今のちゃんとかね、うん、そうそう、とかコラボさせてもらったけど、なかなかこれね、生配信で2人だけで話すのは本当に一昨年ぶりなので。そうね、1年半、うん、生配信はあったけどね、それ1周年、さっき言ってたやつだけど、10周年のやつだけど、そう、だからなくて、何も考えてたら他のナイモンチャンネル出てる方たちみたいに、ただただだらだらやりたいよね。そう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 、なんか進行しなきゃっていうのがすごくあったからね、最近のお仕事のね、あれ。だから常に考えてたじゃん。だからそうなのよ、もう常にビーンってなってた。そう、ほんで、この人は特に進行しなきゃいけないから、うん、もう同じ時間に例えば現場にしても、この人はもうすぐ早くメイクを仕上げて台本読んで、あ、どうぞどうぞ進めようってやるんだけど、私ずっと横で菓子食ってるのねそうそう、だからね、たまにはこういうね、気の抜けて何も考えない、本当に何も考えないっていう、うん、今日はいいね、うん、いいよ今。今日はダブルエッグチーズバーガーにしましたね。え、ダイエット中なんだけどね、今日はいいかな。ゆうなさん、自分もスケベなことがしたいです。スケベなことと、スケベとエッチって違うよね、なんか、うんうんうん、スケベなこと、あ、バキヤマ先生、バキヤマ先生じゃん、久々に来ました、うん、もう、まあ大変ね、の生配信準レギュラー、生配信ではバキヤマ先生、うんうん、バキヤマ先生ってウルトラマンなの、それとも犬の方、犬の方じゃない、犬の方だっけ、牧山さん犬またがって下にね、そうそうそう、チンコベロさんだな死ぬんだけど牧山さん、あれは本当に今もう思い出しても笑けるよね、あれ、あれ面白いよね、なんかその今まで語られてこなかったけど、その人生の中で、うん、なんつうの、本当に大爆笑したスケベとかあるのかな、ある、大爆笑したスケベ、もう笑っちゃって途中でやめちゃうの、うんうんうん、あ、ウルトラマンとサンダーサンダーマン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 ファイブフォースリーフォーで言っちゃうんですねバカだね、先生持ってるよな、え、爆笑やはんある、爆笑でしょ、うん、絶対あるの、え、これちょっと待って、どう話をまとめようかな これ私の話じゃないんだよね、でもね、うん、私の話じゃないんだけど、何よ、あれ前言わなかったっけ、まあ、簡単に言っちゃうね、簡単に、すごくもう細かくは言えないから、うん、簡単に言っちゃうと、セックスしてました、うん、M を
うん、MO さんがいて、うん、S を、うん、ほんで SO の人は別に S じゃないほうで MO の人が M をやりたいから、うんうんうん、S の人にまあいろいろこう攻撃してくれって縛ったりいろいろだけど S の人は S じゃないから最初は遠慮するじゃん、うん、だってだけどやっぱり人ってこうある一線こうやってヒートアップしてくる、はいはいはい、これどん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 良くなってほんでなんか足で蹴ったりとかあのおちんちん立ってるとここうつっ足でこうやってギューってやったりとかほんでなんか火がついた瞬間に髪の毛を掴んでバッて引っ張ったら全然だったっていうああ、いやそう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 それ聞いた時に細かくは話せないけどそれも大爆笑した話あとなんだっけ寿司が置いてある話なんだそれだそれだなんかあったよねあった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 これ絶対話せないこれ生配信じゃないこれ生配信で話してなかったっけ収録じゃない収録だっけ、うん、生配信でだって話せないもんこれじゃあ違います多分、うん、あの寿司のネタは別に寿司は平気だけど、うん、そうそういやエッチしてる時に5人前ぐらいの寿司が横にずっと置いたって、うん、お腹すいて食べながら掘ってるってやつもう掘るのに必死でねそうそうそうなったよねそうそうそうえ、自分の話題の話あったかな。自分の話題の話。割とさ、我々多分だけど、へーへーボンボンなセックスじゃん。そうかな。そうかな。まあそうでないこともたくさんあったけど、うん、このハゲってどうしたかしら。あ、でもね、その人は罵ったらしいよハゲじゃなくててめえズラじゃねえかよって言ったんだってもうだから取っちゃってどうしようか分かんない、まあ、ここでごめんなさいって言ったら全てのファンタジーが壊れるからねそれでここでこの MO さんに対してあすいませんって言ったらその MO はダメよ MO じゃなくなっちゃうんだそう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 だから多分その子は頭良かったんだろうね、うん、もう取っておめえ全ズラじゃねえかよどこのズラだよとかって言ったんだってそしたらなんか東急ハンズみたいなこと言ってたしなわけないと思うんだけどそう、うん、そうそうそのその話はそういうあのこううちらカルチャーでいうそういうご商売の話だご商売系のねそうそうそうデートクラブ的なそうそうそういう話だったのそうお酢5人前の寿司もそのデート系のクラブの方の話だねそうそうそう市平さんのセックスの話も聞かせてああ面白いいいねでもたまにはいいねこう本当にもうこのグダッとした感じうんうんうんでもだから結構皆さん本当にゆるっくりやってるじゃない、うん、そうだから本当にあの我々がせせこここうせせここやりすぎなのかしらいややりすぎっていうかなんだろうこの雇用主が求めてくるわけじゃん考えすぎだなと思ううんうんだってそう乾杯しようって言ってるコヨンデシュイエーイコヨンデシュ乾杯それいただきました最近お酒ずっと控えてたからさあうんやっぱり大変よ、うん、今度の大統領選に出るかもって思われてる話が立ってる人が名古屋に住んでた時に72歳のおじいちゃんに学ラン着せられてひたすらおじいちゃんのケツマサグ腕を見つめられて困惑したことあるこれ今思えばスケベな感じかなと思った素晴らしいですヒラリすごいどういうでもそうだよ、ね、だって72歳のおじいちゃんに学ラン着させられておじいちゃんのケツをまっさぐるってことはだから男子高校生に痴漢される女学生になりたかったのかなおじいちゃんはうん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 そういうことしたの男子高校生いたずらするんじゃなくて男子高校生にいたずらされたいんだよねそうそれで言うとさ、昔さ、うん、いくつぐらいかな、20代前半ぐらいだったと思うんだけど、うん、すごくこう、イメプレが好きな方がいらっしゃって、うんうん、多いよね多いね、うん、割と、うん、私、イメプレあんま得意じゃないんだけど、うん、ちょっとこう照れちゃって本当に自分より十数個上の、本当にこう、ヒゲのおじさんにお兄ちゃんって言われたことがあって、うん、ちょっと
お兄ちゃんか先輩かな忘れたけど、それは最後まであの一緒にお付き合いするの、そのあの乗ったりとか一応ね。あそう、でもすっごいしんどかった。途中で吹き出しちゃう。いやもう本当に笑ってか、もうなんかやるせない。でも私ね、結構そのシチュエーションを別にその合わせられるし好きなんだけど、結構いろんなそのシチュエーションをやった中で一番虚無だったのが、あの全日本の柳沢選手のユニフォームを持ってこられて、7番だったのかな、分かんないけど、ほんでこれを着てよ、でこれは柳沢さんってサッカー、サッカーの、うん、すごく、すごくホモにも人気ある、着せさられてね、で来たのはいいんですよ。で、ベッドに寝たの。したら、顔布団で下がったの。そのままずっと、ね、まさぐられたの。顔はいらなかったの。まあ、だからやっぱ柳沢としては邪魔だったわけですよ。ちょっとしたガッチリした体験、まだ20前半だったから。そう、あんなに粘れちゃう。そんで、あの40年前です。ちょっと色黒だったのと、体が良かったので、それで、なんか別に顔はどうでもいいところで、なんか仮装柳沢に。ちょっとやってくれないみたいな。そうそうそう、そういう。お仕事だったんだ。若かりし人ってそんなあ、だっていいよ、いい話。あのまさぐられたおじいちゃん、おじいちゃんはひたすらやめてください。素晴らしい。で、喋るとなんか違うらしくて怒られたんだって。そうだ、結構さ、イメージプレイ求めてくる人ってさ、注文多くない？あ、うんうんうん、違う、もうちょっとこうしてとかさ。え、でもね、その注文にちゃんと答えられる自分を鍛えたい。あの、なんだ、せっかく生きてるんだったらさ、死ぬまでにさ、多くさ、クリアした方がいいじゃない。だから私、ダメっていうものが多いのダメなのよ。そう、なんか損しちゃう感じがして、とりあえず、なんか恥ずかしいかもしれないけど、それやってみようみたいなことの方が多いから、私、でもね、その注文全部聞くようにしちゃう。あ、プッピーちゃん、プッピーちゃん、プッピーちゃんもよく見られますよね。そう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 。いいな、72歳のおじいちゃんがケツまさぐられてやめてくださいって言ってるんでしょ。そう、ちょっといいな、ファンタジーだな、いいな。でもそれちょっと興奮するね。そう、こういう話を欲しいの、皆さん。ないかもしれないけど、いや、あるよ、絶対あると思う。待って待って、あ、これ私夢だったの。ナイモンチャンネルのこの生配信で、あのマック食べるの。どんな夢？なんかマック一回さ、T 君とワッサ君がね、マックをね、ひたすら全部食べてるやつ。そう、あれでね、すっごいナイモンライブ見てるんですよ。そう、そんであれで、やっぱ食べれないのよ、量がね。で、ワッサ君が半分で食べなくてさ、残しちゃうって、で残して、でそれが置いてあるんだけど、不意にあの T 君がそれ取って、もう残して、お母さんゴミ箱じゃないんだからねっていうの、それがもう最高。ご覧ください。あー、もうそれ面白い。ごめんね。ただね、これあのアーカイブに残るときは、このここら辺にあのそのエピソードはこちらって出るはずだから。うん、すごい大好きな、その名台詞が。深夜、救急に運ばれた人がお尻お尻がというのにレントゲン取ったママレモンの方に。ママレモン、ママレモンってなんだっけ、あの洗剤、こういうクリーミーチャーミーみたいなやつだよね。チャーミークリーム、はいはいはい。知らないうちに入ってるというけれど、取り出したママレモンの先はガムテープでとんがるように。はぁ、どういうこと、どういうことなの。ガムテープでとんがるよ、ガムテープでとんがるように細工されてるママレモン。でもさ、ママレモンを入れられる人はさ、とんがらせなくてもママレモン入るよね、多分。ママレモン、ガムテープない方が入るよ。で、ガムテープでこういう形にする必要ないよね、ママレモン入れたい人って。あのままの方が入るよね。ね、絶対入るよね。うん、え、うん、なんでガムテープつけるんだろう。ね、そのガムテープの形がよく分かる。みんなだから結構すごい、あれマニアックなんだね。なんかガムテープ、うん、いろいろなことがあるのね。入りやすいように細工されて、いや、分からないよ。まだ流れも入れられる人はそんな細工しなくても全然入るの。うん、うんうん、だってあの私20代の若い時にある方が工事現場の赤いの半分まで入る。いるよね、いる、いた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 、うん、あのカラーコーンでしょ。うん、いた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 。あのコーンの名前なんつうんだっけ。カラーコーンじゃない。いや違う、あんのよ、あんのよ、あるんだ。そう、
そうなんだから、ママレモンはね謎なんだよな。ママレモン入れたい人って絶対そんな財布いらないもん。そうね、でもなんでママレモンだったんだろうね。だったらこう本当にジョイとかの方が形状的にはいいよ。まあね、でもママレモン、あ、広がりが欲しかったのかな。こういう縦にかな。うん、そんなこういう最後根元が広がってるじゃん。そうね、だからこうグッとね、こういう形じゃん、うん、ジョイとかこうだけど、うん、こうじゃん。そう、フィスト目指してたんじゃない。あ、ママレモンだもん。いやでもフィストの人って必ず絶対こうだ。あ、そうそうそう、こうじゃ違うんだ。不思議だ、ママレモンの謎は残ったままね。腸内洗浄。あーだからじゃないんだ。本当の意味での腸内洗浄ね。あーって言っちゃったじゃんよ、ビンダイ夫人。海面活性剤入れすぎだ。いい加減しなよあんた。ちょっと腸内洗浄ってさ、そうね、あの洗剤の状態で入れるわけでしょ。大変よ、ただれるよ直腸。ザワスさん、こんばんは、お邪魔しますね。ぜひぜひ、ザワスさん、お邪魔しますっていうことを多分、あなたエピソード持ってるはずだよ。知ってんだからして。ザワスさん。あ、面白いね。うん。やっぱこういう下世話の話はいいよね。もう、政治とか聞いたくないもん。いや、なんか、さっき、こういうのさ、なんだろう、大人のおもちゃを、うん、こう普通に売ってるじゃん、ドンキとかでも、うんうんうん、で、あの大人のおもちゃはだと普通と考えが多分起きて、だからこういう方に走るんだろうね、うん、だからその、なんだろう、ああいうのだとつまんない。だからあれを入れるものは入れるものだから、うん、入れるものとして認識があるから、すごいメジャーなのよ。だから入れちゃいけないものを入れるっていう幸運だと思うのね。チャレンジャースピリットだと思うね。そう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 、だと思うよ。だからキュウリとかトウモロコシとか入れる人とかいるわけでしょ、うん、女の子でもさ。全然いるでしょ。そうそう、だから普通は入れちゃいけないものを入れるっていう。だってなんだっけ、なんかで見たけどさ、本当にあのマジンガーみたいなあのロボットが入ってたなんかレントゲンとか見たよ。はい、なんかあの毎年1年に1回かな、なんかその消化器、そうやな、肛門科だかなんか胃腸の学会、うん、学会が報告をあげるんだって、うんうん、こんなものが肛門に異物に入りましたよっていう、うん、そのなんか リストをなんかの時に見たけどやっぱすごかったの。それ大体男子なのかな。いやそれはそうでしょ、っていうかホモでしょ。ホモか本当によっぽどこうなんていうの、開拓し慣れたのんけの殿方の。すごいね。じゃあそうね、皆さんに伺おう。じゃあ今までケツに入れたものでこんなもの入れちゃったっていうのを教えて。これはなかなか入ってこないだろうっていう。ご自宅とかね。すごいじゃん、夢のマイホームじゃん。庶民のレッカー、やらかよね。行くぞ、よっしゃー。浜の香りをよこせて。リフォームね、しようよ。リフォームしようだから。あれ、でも俺、まあ10代、16ぐらいの時に、うん、ゲイになりたての時にね、うん、で、やっぱケツを感じれないとダメだって言われたの。言われたの、うん、ああ、そう、そのことその時俺猫だったから、うん、猫だったらケツ使えてなんぼだと、うん、で、ケツは開発しなきゃダメだっていう話をして、うんうんうん、あ、そうなんだってこう、あの信じて純朴に、うんうん、あのアラビックヤマト入れて開発してた。アラビックヤマトね、ノリ、うん、あれで自分でこうやりながら、これは気持ちいいんだって。痛そう、ザラザラした。痛くはなかったけど、なんか気持ちよくはなかったよね。いや、気持ちよくはないでしょ。てか俺、ケツ気持ちよくないからさ。いや、私もね、ケツほとんどやらないけど、やった時に、正直、おちんちんより指の方が気持ちよかった時だった。うわーと思って、うん、ゼミ戦ゴルフでやる。そう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 、なんか指の方が気持ちよかったな。だからケツ単体で感じる人って本当に熟練した人だと思う。そうだね、ケツ掘られてる時にチンコをしごかれて、その 1+1 が5になる気持ちは分かるの。うんうん、なんかあの
ただけただチンコしごかれてオプションでね、追加オプションみたいな、そうそう、ケツと一緒に壊れされると、うん、なんだなんだって思うのは分かるんだけど、うんうん、ケツだけですごくこう感じれる人ってすごいなって、まじで乳首で触っただけでいっちゃう人じゃない、うん、あれってどういう思考回路なんだろう、だもう単思考訓練だと思う、もうこうで触らなくてもいっちゃう人いるじゃん、言葉攻めとかでね、そうだと、もう想像とかだけで、あ、そうか、いるじゃん、そういう人いる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 、うん、あら、待って、君丸さん、あれ、うん、あれ、君丸さん、これ、奇妙な一致、君丸さんもアラブカモさんだったんだっけ、クライスか、入れないって、私、君丸さん、あんた、自分でコメントしてんの、これ私のドッペル、結構器用ね、ケツだけは、そうね、やっぱケツだけ、でもケツだけでもさ、もう便秘になって気持ちよかってる人を見ると、あ、なんか、いや、素晴らしいなって思う、うんうんうん、でも、アラベック山とくらいしか入らないところが勝ちなんじゃない、この方、そっか、うん、なんか、分かんないけど、お母さんが来たよ、え、お母さん、こんばんは、あ誰お母さん、こんばんは、お母さん、こんばんは、お母さん、いいね、お母、少なくともお母さん、こんなチャンネル見ちゃダメだと思う人の母だったら、え、ザバさんがお母さん来たって来た、ね、お母さん、そんな有名な昔小手半の方なの、え、どちらのよだってお母さん、どちらのお母さん、でもうちの旦那さんは枝豆さんがすごい彫りが深そうでいいそうです、どういうこと、うん、ちょっと、あ、いけるってこと、あの、おっぱい乳輪ってこと、マジ、あ、バンシェさん血無理なんだって、結構立ちの方多くない、結構見え張ってんじゃないの、でもケツだけは無理って人多くない？ん？ケツだけでこう快感を、ケツプラスやっぱこういうことが必要じゃん。いや本当に多分お尻が大好きな方はもうおおちんちん触らなくてもいいんだと思うよ。ああまあそういう人もたまにいるから。うん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 。私あるもそういう人いた。うん。こっちがなんか触ってあげようとするといいのいいのそういいその触らないでみたいな、はいはいはい、え、なにそれって思っちゃう、だから私何のためにいるのって思っちゃうだから暴薬でしょ、ケツ、え、違うよ、だから私ここまで入れてって言われたの、あーこっちね、そう、ほんでここまで入れてさ、ほんでさ、こうやってやったりをするじゃん、はいはいはい、でだからチキンも最初舐めてあげようとするじゃん、うん、そしたらさ、いや、あ、いいか、あ、いい、ごめん、いい、みたいな、だからチキンも舐めれないの、とにかくこっちに集中したいんだ、チキンも舐めれない、チンチンもしごいてあげられないで、ずっとこうやって入れて、ずっとこう、だからこうやって DS やってたんでしょ、ずっとこうやってボーッとするんだよ、でもピストの人たちって本当にね、何この人と思っちゃう、でもいや、ピストってや、まあピストもさ、すごく精神的なプレーだと思うの、こうなんて言うんだろう、あれ入れてる方がさ、一切肉体的な快感を伴わないじゃない、伴わない、しかもだって、なんで、台所のあのゴム手袋させてからさ、だからさ、こうやってやってさ、終わってからさ、抜いてさ、手袋やってシャワー浴びずに帰ったわ、ある意味でいいじゃん、省エネで、あ、だからフィストの立ちを楽しめる人ってすごく高度な精神的プレーだと思うんだよ、ね、いやー楽しめない、あんなつまんないよフィストは、俺も何回かやったけどね、つまんなかったな、つまんないよ、あら、バカにしないでって思ったもん、ビレ夫人、え、飛び込んできたな、私はケツだけで行くわよ、外交努力よ今の日本に足りないね、力ですね、外交努力、うんうん、外交努力ないからこんななっちゃった、そうなんですよ、ね、やっぱもう、うん、やったらね、外交よりも先に口や手が出ちゃうから、我々、そう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 、外交努力がないからこんなね、ダラダラした時代になっちゃうんだよ、ポリガーですよ、ん、ポリガーですよ、せめて手術用手袋にしてなんて知らないよ、私が用意したんじゃないんだもん、別に、だからさ、この間ほら枝豆かおるさんにお邪魔したじゃない、うんうんうん、あの手袋をするとやっぱりこうちょっとうっすら興奮するよね、
あの、なんかピタッとした、ね、薄いやつね。最近はさ、コロナとかさ、ちょっと前のノリオイルスとかでさ、うんうん、あれが流行ってたけどさ、その前って本当にあれイコールフィストだったから。ああ、そっか。うん、ピタッとした手袋をすると、うん、本当になんか、うん、あいや、なんか、みぞみぞする。はい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 。あそこはあのお料理にしか見えないから。あそう。もう、もうすっかりもうお料理人で。そうよ。そうよ。何言ってんだ、一人は。一人さん、元気？元気そうよ。お母さん、挨拶したことで終わったの。そしてすごいね、お母さん。こんな下ネタ言ってるのにさ、うん、よくざわさんはこのテイストのコメントを寄せていただこうと思ってね。こんな会話してるときになかなか許せいいね。本当になんかやっぱり世の中でマイペースってやっぱ幸せだよね。いや本当よね。いや本当そう思う、うんうん、すごい幸せだと思うよマイペースって。ドリアンさんフィストタッチ経験ありなので何とかありますよ。もう我々ありますよ。ああ面白い、詰まっちゃった。だからフィストタッチ、フィストもすごく精神的だなと思った。だからあれを快楽、攻める人も攻められる人もだからもう本当に精神論だよね。だと思う。だまあ高度な SM もそうだけどもさ、まあやっぱフィストってまあさすがにこうケツに手を入れるぐらいだからさ、うんうん、相当なこの気持ち的なこのまあ気持ちをオープンにさせないと。生野菜サラダ食べてください。ごまで。ちょっと待って、ちょっと待って、痛い、お腹痛い。やられるわ、悔しいわ。ちょっと待って、痛い。ほらフレームアウトしちゃったじゃん、純子さんが。何者なの本当にこれ。ちょっと待って、本当につらい、どういうことだ。ちょっと待って、痛い痛い。私こんなに、こんなに待ったら久々だ。私最近さ、テレビ見ないじゃん、面白くないから、はいはいはい、テレビってだ皆さんのね、YouTube とかインスタとかツイッターとか見ることが一番面白いのよ。で、面白くてさ、笑ってんだけどさ、いやちょっと待って、こんなにお腹痛くなるほど笑ったの初め、久々かも私。いやー、これお母さんってさ、ちょっと待って、おかまよね。あ、背筋痛い、背筋と腹筋痛い。ちょっと待って、ねえ待って、これちょっとさ、よく見えないけどさ、沢口靖。いやだからほら、たまにいるじゃん、このゲイの方がさ、素晴らしいセンスでなんかツイッターでなんかアカウントを展開されてる方、そういう出会いじゃないの。これちょっと待って、私内蒙史上始まって一番最強コメントだと思うよ、私これ。想像してよ。笑いっていっぱい分類されるじゃん。うんうん、なんかこの一言で一瞬にして、なんかその人の一日が終わるまでを想像しちゃう笑いってあるでしょ。ああ、つらい。ああ。ちょっと皆さん、このままだと MVP
MVP 決まっちゃうからね。あちょっとあしんどい。あ気になるわ。だってパンのごまがここにつくぐらい弱くもあると思うし、あー久々に終わった。ダメだ。ちょっと進めた。しかもだってさ、今までさ、挨拶とこれしかないんだよ。すごいよね。こんばんはと。いや、ほんとこんばんはと。吉野家から見てる。何者あーあーあー、今日来てよかったな。なんかね、こういうのってさ、うん、でこの人すごいね。いや、この人すごいね、センスあるよね。あのね、もうセンスどころじゃない、もうすごいと思う。例えばさ、いや、私って本当にね、こういうの見ると、うん、本当にあの、なんだろう、世の中がね、求めている流れにそのままそっくりいっちゃうんだなと思ったの、うん、だからすごい平凡だなと思ったの。例えば誰かがやってて、うん、生配信で、ちょっと一言書いたら読み上げてくれたりするじゃん、はいはい、読み上げてくれるとさ、調子乗っちゃうわけ、はい、で、いろいろ書き込んじゃうの、はい、それダメじゃん。そうね、あの、あ口数ばっか多くなってね、はまっちゃったみたいな、うんうん、で、あんま面白いこと言えないけどすごいこの人いや気になるなしかもすごい時間空けてるそうなのよ何食ってんだよいや、ほんと何者あー、面白かった。あー、もう今日いっかいっかあー、面白い。いや、自由だね、みんなね。いいことよ。ご年齢って皆さん結構それ、皆さんじゃあさ、おいくつぐらいか教えて、うん、あの、おい、あの、まあ、具体的でもいいし、何十代とかでもいいし、うん、皆さんの年齢教えて。多分ほら、うん、あの DBC の配信を見る皆さんとは全然顔ぶれも違うだろうからさ。うん、いくつぐらいの方がご覧になってるんだろう。あ、すっぱ。あらさ、40、あ、マジでさ、40だ。でも基本的に50 39 30代、アラフォー。でもね、他のダイモンチャンネルの方たちのやつは多分ね、年代若いと思う。いや、だって、いや、だと思う。我々の見るのって相当年上だと思う。あと多分本当に性別も割と我々の場合偏ってると思う。どう、あと同世代も上だよね。いや、上でしょ、うん、うん、もうだって50系が多いもん、うん、アラフィフ系が。あ、牧山先生44なのね。あ、やっぱりあのいろいろ皆さん、うん、あの本当にたのあの楽しまれてきて、うん、あのなんとうんともすんとも言わないぐらいの経験をされてるじゃない、多分きっとね。そうね、うん、泥水さんさん吸ってる皆さんとかね。そうそうそう、ほんでなんか全て嫌なことも全部笑いに変えてこられた方たちだと思うのよ、多分きっと。だから多分ね、こんなね、どうしようもないね、私たちのね、見てくれるんだと思うよ、ほんとに。だから私たちこれ、ほんとに普通だなと思い知らされない。いや、でもほんと平凡、うん、ほんとに平凡だって思う。うん、そう、あの視聴者数とコメント数のね、乖離が割とあるわ。やっぱご、そうね、4、50ぐらいの方が多いのね。はあ、あ、分かった。あと質問とか、うん、年代によってエッチする場所って変わってくるじゃん。例えば若い時だったらさ、変でもその辺でもよかったぐらいの勢いでしょ、うんうん、だけどさ、お金もないからラボってもいけないみたいな、はいはいはい、そういう公共ホテル、ビジネスホテルもいけないみたいな、はい、で、家もちょっと時間だったりとかしてみたいな、車の中だとかやってたじゃん。今やん
ないでしょ、だって車の中とかで車なんじゃないよね。もうさ、4、50代、50代、60代の方たちとさ、それこそだから自宅でやるのも嫌だって人聞いたことあるのよ。どういうこと？あ、だからその自分ちを知られるのも嫌だし、うん、その恋人だったらいいけど、うん、その人、まあ、一発だけの、そうそう、前いたの、はいはい、お会いした方で60手前ぐらいの人とね、うん、ちょっとね、まあ、ペラボンペラボンってやったんだけど、うん、その自分ちもやだなと思ったんだけど、うんうんうん、そう、いけるかなと思ったら、ちょっと家はみたいな、一人暮らしなんですけど、うんうん、みたいな、うんうん、ああ、そうなんだと思って、だから、なんか、ホテル取りませんか、うんうんうん、みたいなさ、まあ、それもなんかおしゃれだなと思ってさ、まあ、ホテル、なんかちょっとしたホテル行ってさ、うんうん、出してくれたから、うんうん、そう、行ったけど、だからそういう、なんか、上になればなるほど自宅でいいやと思って、思うのが普通だなと思ってたのに、あ、そうだ、そうそう、意外と、意外とこういう、そうなんだ、だからそもそも上になればなるほどさ、この社会的なものもいろいろ備わってきてさ、本当にどこのドイツか分かんないやつを家に入れたくないって気持ちがよく分かる。ああ、そうだったんだね。郵便とか全部こう隠したりさ、いろいろこう個人情報を隠さなきゃいけないじゃん。盗んじゃう人もいるかもしれないとか、もう本当に名前すら知られたくないみたいなことも結構あるからさ、はい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 、という気持ちであるってことね、多分ね。どういうこと？あ、でもさ、これだからスペイン、そうでしょ、どういうこと？私もう一個上気になるんだけど、では私は医師の良子で、多分ね、割とね、ちょっとね、つまんない流れな感じがする。あ、年か、年齢ね。この近くの闘牛場の牛舎、あれさ、でも私でも体育倉庫室でイチャイチャしたことある。あら、いいじゃない。中学校の時は。私も、詳しくは言えないけど、近所にね、野球部のグラウンドがあって、大学の、うん、そこになんかプレハブ小屋があって、うん、そこの窓が開いたのよ、うん、うわっと思って、うん、そこに行って、でも大体みんなさ、中高生ってそんな感じじゃん。場所がないんだよ、24くらいの時。やめなさいよ、うん、バカじゃない、うん、社会人働いてるの。コパカバーナの発展までノンケとやりました。なんかおしゃれじゃない？え、コパカバーナって外国？コパカバーナって赤坂にあったさ、コパカバーナってなんか、コパカバーナってあれなんだけど、リオデジャネイロだって。うわー、おしゃれ。うん、リオデジャネイロの発展からノンケだって。すごいね、サンバね。はあ、まあ、ブラジルってできんの、ノンケと。で、まあやっぱこうサンバのノリで。あ、ノンケなんてかあんまり勝てるんじゃないのかな。まああるとは思うんだけど、やっぱりこうそれよりもこのお祭りのこの血があれするんじゃない。いや、でもブラジルすごいイケメン多かったよ。牛同士を戦わせるときあるよね、あれ佐渡だっけ、違う、高知だっけ、あれ東京か、宇和島、宇和島か、あっちの方ね、あれは愛知だっけ、愛媛。なるほどね、あっちの方のいいよね、闘牛場の牛舎でやるってなかなかこうおしゃれじゃない。え、すごい、コパカバーナの発展も 80% のロケだって行こうよ。どういうこと？リオデジャネイロ、あら大変、ああ大変、驚いたんだけど、コスナーキです、その昭和そっちすごい、なんかさ、肉体派も多そうじゃない、エロい、そうだよ、こうでもなんかブラジルってマッチョってよりもなんか筋切りが多いね。サンバだって言ってたもんね。あ、行った行った、1週間ぐらい行った、うん、コパコパ私だけ現地の人だと思われて、クラブも何にも規制かからんのそのまま入れたで、他の人はみんな子供はダメだって言われて、ああ、なるほどね、そう、コパカバーナ貼ってもグーグル検索出てこないわ。ってことはさ、でもさ、ノンケしかいなくて男とやるノンケはノンケなのかな。バイ。その発展場に 80% のノンケがいること自体が、それはもうゲイカルチャーの場所ではないよね。そうね。でもまあ、少なくとも女性はいないんだろうけれども、だから男でも全然できちゃう人が多いってことなのかな、ブラジル。うん、ピー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 のノリで。へえ。
いやでもね、すごいブラジル行った時のコーディネーターの子ね、多分ゲイだったのかな、すごいかっこよかったよ。あ、そう、俳優さんかと思う。いや、あっちのさ、このラテン系のイケメンって本当にいいよ。そう、まあ、なんだろう、ほら、奥行きの違いで、その大衆の匂いはすごい感じだから、すごいしたけど、でもなんか、3日目ぐらいで、それが全部癖になる。そう、癖になる。うわーと思った。シラスコ。すごかった。お金がないから50クルゼロくらいでのんきが…あー、なるほどね。マネーボーイに近いのか。なるほどね。え、リオってそんな、まあ、でもバンコクでも、もうマネーボーイすごい美味しい。なるほどね。そっちね。50クルロえ 50イルローザえ野田クルゼ50クルゼロってどれ いくらぐらいなんだろう。ちょっと今調べる。クルゼロってなっちゅう。それでもなんか私もうちょっと早くしたら。クルゼイロ1クルゼイロは100センターボだって。わかんねえ。100センターボがわかんない。わかんねえ。100センターボクルゼイロ日本円10万クルゼイロが100クルゼイロレアル。いや、わかんない。100クルゼイロレアルが 0.036 レアル。日本円でいくらなんだろう。1円ちょ、1円？え、インフレなのかな。1円ってことじゃないでしょ。え、100クルゼイロは1レアルがまあ大体48円ぐらいなんだって。いやいや、お金が5000円で、やっぱでもハイパーインフレがあったらしいから5000円ってことはないよ、多分。もう大変なんだよ、だから多分出飲みが起きたんだろうけど、初期のクルゼイロ、え、1対2750兆なんだ。だから1レアルが2750兆クルゼイロだから、もうだからもうおかしいんだよね。わかんないね。でもそんな高くないよね。いや全然もう高くないんじゃないかな、当時のこのわかんない、どんくらいのインフレの時代か。まああとこの GJGKGJ さんの、ね、年代によっても変わってくるかもしれないけど、うんうん、まだこれ固定相場制だった頃の話じゃないの。1ドル360円じゃないの。そんなもんでとかできちゃうとできちゃうってことね。ねえ、もっと早くしてたら全然行ってた。リオ、細かいな。ブラジルもう一回行ってみたいな。うんうんうん、いいよと本当多かったもん。アルゼンチンも行けなかったよ、うん。アルゼンチンは行ってみたいんだよね。もう街中でもうカップなんかブチブチしてんの。ブエノスアイレス。そうそう。いいな。行った行った。なんかアルゼンチン単語のさ、男性同士がやってるやつとか、うん、すっごいおしゃれじゃん、感動的で。ちょっとエロいよね。うん、エロいよね。あれ結局みんなのセックスの話あんまり聞いてない気がするな、私たち。とりあえず僕が帰るってもしか分からなかったそうね、私もそんな感じ。え、他の人の配信ってこんな感じでいいの。こんな感じで誰々やってる。いや、結構みんなそうだよ。そんな感じ、うん、うん。どうしてもほら、このいつもの感じの病気でさ、なんか喋らなきゃって思っちゃうでしょ。コンテンツとなんかいろいろこう作らなきゃってドキドキしちゃうんだけど。あ、うん、多分誰もコンテンツ作ってないと思うよ。タバコ吸ってきていい。うん、全然いいよ。寒いのよ、今も。なんかテーマは多分あるけど、うん、なんか別にその質問とかコメントに対してみんな答えてってる感じが多いよね。グレース・ジョーンズが多いと思う、私は。本当に寒いね、今窓の外。うん、なんかタバコ吸うからね。いやさ、もうあなたすっかりやめて、もともとタバコ吸ってませんよみたいな感じでこの間じゃないの、タバコ吸ったの。8月31でやめたの。どうだっけ、あれだった。すまんな。全然吸わなくなった。でも吸わなくなったから、車でタバコ吸う人の車乗れなくなった。おえってなっちゃう。いやね、そうやってみんなもう健康ぶってさ、おえってなっちゃう。私寒い、もう本当に寒い。雪降ってんだって、いろんなところでいろんなところで雪降ってんだって。それではじゃあ皆さん、最近はそんなにね、まあこのコロナ禍だからさ、なかなか
大胆なエッチはね、なんかしてないかもしれないんですけど、うん、若かりし頃に、ああ失敗したーってエッチあります？失敗でも何が失敗か分かんないよね。失敗つ失敗だってうんちついちゃうぐらい失敗じゃないもんね。うん、受けの人でよくあるのは絶対うんちついちゃう系だよね。うんちついちゃう系で、でもなんかそのうんち全部出ちゃったとかあるのかな。さすがにないかな、それは。なんかもう処理するの忘れて気持ちよすぎて、そのまま全部ずっと出ちゃうの、うんち。それない、そういう人いないのかな。誰よ、だから誰なのよ、本当にもう。あー、そうね、寒い日に、確かに確かに、若い時とかそのカーセックスをちょっとしてしまった時とか、うん、でも本当にだってカーセックスって時代的にダメなんじゃないの今ね。曇っちゃうやつね、結露したことあったよね。やっぱりあるんだって。奥に、あ、そう、あるよ、降りてきちゃうもん。だってあ、でもそれは処理してない人の、処理してるんだけど、逆にほら、処理、シャワ缶ってほんと難しいじゃん。あとシャワ缶が苦手で猫やめたみたいなところもある。あ、そう、うん、だから、適量が分かんなくてこっちから出ちゃうこっちから出ないわ、回らないんじゃないんだ。やっぱりこう洗いすぎても奥に奥から降りてきちゃうじゃん、それこそ。でもあれってさ、ずっとさこう下から入れてたらさ、こっちから出てくるのかな、逆流してくるのかしら。まあでも理論上は多分してくるんじゃないの。そうだよ、まあ、本当に時間かかるよね。だから逆流性ほら胃酸が上がってくるみたいな。ああ、そういうことか。今できたら胃酸が上がってくるわけじゃん。ってことはもう本当にすごい洗浄できるってことでしょ。それ洗浄になるのかな、そういうこと。むしろ便が食道とかに入って、むしろそこが最近でやられて、浸透も。でもさ、腸ってすごい長いんだよね。なんかこうなってるからね、小腸大腸汗だ、何メートルぐらいあるの。すごいんだよね、確かね。若い頃深夜の島村の駐車場でタッチバックした。あー、いいですね。中におしっこ出してって言われたから。やだー、無理ー、証言感情ね。やだ、そんなの。どういうこと。ああ、そういうことか。今日も寒いわね。このメッセージが撤回されましたっていうの、何も気になるよね。いろいろあんだよ。あ、そっか、消されたんじゃなくて撤回したんだ。あ、自分ででしょ。そう。あ、ちょっと恥ずかしいと思って、ちょっと、あ、滑ったなって思って。これでキャンセルもあるわけでしょ。キャンセルとかその自分で消すんじゃない。あ、そういうこと。うん、僕校、小学校、中学校、高校全部で青缶は当時のいやらしいお友達と制覇した。あー、そういうクエスト感あるよね。クエスト感。私もこれもなんか前にも言ったかもしれないけど、地元の駅から中学校まで の駅、うん、16駅ぐらいの個室トイレで全駅でオナニーした。あ、そう、うん、そのなんか、なんとかキープ、青春キープみたいなことなんだ。まあ、ある意味ね。だから、昔なんかさ、駅のこのスタンプラリーみたいなあったり、あったあの感覚だったと思う。全部にバーッとつけたのね、ダンスね。そうまあ、マーキング、あれはだから、中学校の時やってたから。そうね、もう20年前かクエストか。ケツ掘って抜いたらゴムが黄ばんでて、あるよ。バカ言う、バカをしそうっていうか、さっきもジュゴさん言ってたけど、うんこがついて文句言うような立ちは立ちって名乗るなって。そう、うん、なんかね、立ちの人とかで洗わなくてもいいって人いるよね。あ、ね、お尻をね。そう、
ランチついても平気なんだって。いやほら、まあ我々はさ、出るとこに出てるわけだからさ、なんかつくのは当たり前なわけで、それで匂いがすごくない、だってまあでもだからちょっとついただけでもすごい、匂いが出た時にいかに猫の子を気まずくさせないかが立ちの理由じゃん。あ、それはね、その技持ってる。じゃあちょっとやってみて。そのうんちついた時でしょ。そう、じゃあ俺が吐い出しちゃった、あ、ごめんちょっと洗おうか。あ、でもそうなるよね。そうそうそう、俺もそう、ちょっと洗った、うん、ちょっと洗った、シャワー行こっかっていう、うん、あ、でも一回休憩し、でもそれ以上でも以下でもないよね。まあない、うんうん、でもついちゃってたら あんまりそのね、ついちゃったことにフューチャーしたのに、あの、こういい意味で笑う、このそんな笑い方違うの、ね、そんなあのホラーみたいなあのやめなさい、そんなホラーみたいなのやめなさい。いざやろうとホテル入って服脱いだら相手がめちゃくちゃそちんで、相手がシャワー浴びに行ってられないから、これもかわいそうな話よ。もうそれはダメよダメよ。え、大きさやっぱ気になるの。まあ、まあね、この立ちか猫かによっていろいろ変わるだろうけれども、うん、だからこの方はもしかしたら猫の方なんじゃない。あー、そっか、うん、私あんまりその相手がチンチンどうのこうのって気にならないな。そう、まあたまにいるじゃん、本当にこれ、あ、どうしようっていう、本当にこう気使っちゃうような方、本当にこんくらいの方、あ、いたけ、全然平気、うん、だからどう生かそうかなって感じだよね。だからそれで、それで立ちの人とかいるじゃん。いるんだ。え、いたの、それこそ昔お仕事の、はいはいはい、何の仕事だったの。本当やね、この時にも、まあこっちはほら受けをねやるわけだけども、はい、まあそのお仕事だしね、うん、当たってる感じもしない、しないよね。そう、だから入ってる感じもしない。うん、だからもうすごいあの演技したよ、ちゃんと。下手すれば本当に活躍金で止まってる可能性もあるじゃん。うん、あの、うん、もう中にも入ってないもん。はい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 、うん、みんなでもなんかやっぱサイズには、サイズ問題にはなんかすごい残酷になるのね。サイズか、気にならないな、あんまり。でもそうなんだよね、やっぱりこう、こう四国、こうなるんだよね、実際四国時は。あー、こうじゃないんだよ。そうだよね、こうなっちゃうんだよ。うん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 、まあ、あの、ハイパーオリンピックみたいな高橋名人とかそういうそう、あと、まあだから、申請の方ね。うんうん、うん、あ、あー、うん、そうだね、うん、そうだね、先生の方もやっぱりすごくこう、さ、どうしようかなって思う。そうだね、嫌、うん、とかじゃないけど、どうしようかなって思う。うん、おーっていうね、うんうんうん、おーっていうね、うん、うん、そうね、あれはちょっとどうしようかなと思うよね。まあでも全然、だから俺ね、なんかね、途中で気づいたことある。はぁ、あれなんだ、暗い部屋でやったのか暗闇でやったのか分からないけど、うんうん、途中でなんか感触おかしいなと思って、あれっていうのが、あ、そういうことっていう。それはもう暗闇じゃない、暗闇かな、うんうん、何しても相手が立たなかった時は正直へこんだ。それもありますよ。 あとさ、あの立ってないでさ、うん、ごめんなんか緊張して立たないって人いるじゃん、うん、あれって本当に緊張して立たないのか。そう、私はもうね、本当に日本中のインポ代表としてね、あれでもね、あの本当に初めてそういう人に会った時にちょっとショックだったのでしょ。え、あ、ごめん、面白くないのかなとかさ。でもね、こっち側はタイプじゃなかったんだろうなと思った。その相手がショックを受けてることがよりショックなの。もうだからすぐやめちゃうの。俺のせいで相手がすごくもしかしたら辛い思いをしてるかもしれないと思う。そんなの分かんないもん。いや、もうどれだけねこちら側をね辛くさせるか。そうね、うん、辛いのはこっちだと思うの。そうね、うん、立たない方は、立たない方がよっぽど辛いよ。そうだよ、ね、うん、でもそれが何回かだとね分かりますけど、うん、まあ、初めて経験した時に、まあね、そういう人が出会った時に、え、
わタイプじゃなかったんだ申し訳ないと、でもここまでやろうと思ったのかなとかさ、なんかさ、うん、あエッチが合わなかったのかなとかっていろいろ考えて、まあ、思っちゃうよね、思っちゃうよね、気遣ってあごめんねとかつってもうエッチを終わらしちゃう。あもう何回そういう気まずい時間になった。あるあるある全然あれもうそうなんだね、ほんと緊張するんだね。わかんないけど白パンさんもメッセージを撤回してみたい。あ何をしたんだ。そうだね、いやでも本当にこのインポ問題はねもうちょっとオープンに話すべきだと思う人々は。あーインポ問題ね。そう、サイズは問いません、私に立ててくれる姿を見るだけで心の中で合唱します。あすごい素晴らしいですね、常に気持ちがね、ナムアミダブツ。いや、そうだよね。そうだなぁ。あもうダメだ、もう今日もダメだ。お母さんにやられてる、私。自分も10代の頃こそ本番で立たなかった。そうね。10代の頃立たないとは相当ね。そうね。うん。相当じゃない、だって。そうね、だってもう何も考えなくたってちょっと想像するだけでさチンカチンカになっちゃうね。そうチンカチンカになっちゃうし、近くの大学生が住んでるアパートとかに捨てられてるゴミ箱に捨てられてるエロ本とか見るだけでもうさとてつもないイマジネーションを抱いてさもう爆発寸前だったもんそんなのに10代経たないですごくない。そうね、俺も10代でもね、俺21人ぐらいからコクリングしてたから。え、そんな経たないの。もう経たないよね。え、かわいそう。いやでも本当にね、このね、性欲がなくなってよかったって思う。あ、そう。うん。やっぱもう性欲ってさ、うん、本当にこう、ろくなもんじゃないじゃん。そう？いや、俺はもう、性欲から解放されて本当に人生が豊かになったなと思ってるから。あー、でもね、うん、まあ年々ともそうだけど、そうね、まあもう散々やったでしょ。あなた散々やったよ、うん、散々やったしやったけど、彼氏欲しいもうその問題で、ね、うんうんうん、いい加減に、いい加減にね。そうそう、だからなんかね、そのだからエッチ、そうね、こんなテーマにしといて言うのもなんだけどエッチしたいというかはさ、もうさ、なんか寄り添いたいよね。そう、わかる、うん、エッチどうでもいいもん。え、もうどうでもよくない？うん、あんまり別に好きな人をしなくてもいい派だから。うんうん、わかりますわかります、うん、ただこれもさ、この自分が若い時にそうだったかっていうとそうでもないからさ、うんうん、そこのこのスタンスがまあ合えばいいし、合わなかったら結構大変だなと思う、うんうんうん、好きな人とやるエッチとそうじゃない人とエッチは違いますか？全然違うからね、うん、全くの別物だからね。そう、全然違う。好きな人の時ってもうだってもうナチュラルでいいの。ナチュラルって言ったらもう本当にあのシュッペロッシュッってぐらいでいい。シャッってなんだろう、最後いくの。あ、いくのペロッシュシュッシャッっていうぐらいでさそんな生き方なんだ。あ、そう、あ、シャッなんかそう、パッっていう感じなの。そう、そう、なんかいいね、あのストリップの時のお姉さんの時の紙テープみたいなね。あ、そうそう、でもそんなにいかないの。なんかあのファブリーズ的な感じだけど、うん、すごいいいじゃん、シャンデルの、ね、ハンドクリーム、うん、ハンドクリーム、シーン、そうだけど、こうなんか別に好きじゃない、好きじゃない人も変だけど、うん、あのエッチだけの目的の人ね、はい、はもうなんかあのバスマジックみたいな感じ、ブシャッ、あ、はい、シュッブシャッっていう感じ。どうやって出すの。もうそうだよ。ここ。ここ。うん、まあ、ここ押すんだ。そう。ピューンって出る。へぇ。そうそう。あのここ。リフトラ・コエンマンです。これ、こけ、なんか、こけんですよね。ああ、ほんとだ。なんかね、あの、ホテルで。ホテルの匂い。あとこのどうなんだ、このさ、男性と女性でこの性欲のピークが違うっていうの本当なのかな。女性って何にこう、ほら30代から女性はって言って男性20代がピークみたいな、あれも本当なのかね。あの
私は男性だから、うん、よく耳にするし目にするし、あのうわー今日めっちゃ溜まってるやりたいとかって言うじゃない、うん、だけど女の子はさ、うわめっちゃ溜まってんで今日やりたいでって言う人いなくない？どこの人なの今わかんないけど溜まってんでなんか聞いたことなくない？まあかっこいい弾けるとかさ、うん、聞いたことあるけどさ、うわもうめっちゃ卵子溜まってるわとかそういうのなくない？え、でも割と生理前の方とかさ、そのいわゆる生理周期に合わせて結構そういったバイオリズムも変わる方も多い。言葉にしないだけかじゃない？言葉にしないんだそういうのをこう明らかに言うカルチャーってのはまあ良くも悪くもないじゃん。もっと女性はセックスを語っていいと思うんだけど、うん、性を、うん、いや私ももう語っていいと思う、うん、そうね、生理前とかマジムラムラする。まあでもそれってもうあれなんだよね、だからもう体が作りがそうなんじゃない？だからまあ生理の時はあれだけれども、うん、で要するにこの今は今生死をちゃんと迎えるべき時ですよっていうのが体が出してるからムラムラして、で生理があってそのまあなんていうのちょっとまた一回リセットされるわけじゃん。その2その着床しなきゃいけないタイミングで体がそういうサインを出すんじゃないの？今生死もらえっていう。ああもうからもう本もう種の本能として。だけど私たち男性ってコントロールできるじゃん。なんか例えばさ、性欲なく新宿の街を歩いてたらね、うん、前からすごくね、あの色っぽい男子が来て、うん、タイプなエロっちん、うんうん、うわ、いけるって言った瞬間、思った瞬間にさ、ムラムラムラって精子が溜まる感じするじゃない。はいはいはい、あの、ジルに補充される感じね、うんうん、補充されてからやりたいとかじゃなくてさ、うん、なんか補充もできるしさ、補充されてからもそうだしさ、うんうんうん、でも女子ってなんかそういうのがないの？どうなんだろうね。わい、あの人すっごいタイプだしとかさ、お茶飲みながら、うん、うわーと思ってさ、いや、まんじゅうたまってきたみたいなさ。え、でもよく言うじゃん、うわあの人濡れるわみたいなの聞くからさ。あー濡れるわって言う？言ってるか。まあ我々には言わないかもしれないけど、多分順々はしてる人はいるんじゃない？そうか、うん、女子の中でもなんかそういうあるのかしらね。あるんじゃない？結構なんかうん、だから生理前となんかいや今本当に性欲すごくてさみたいな話の中で聞いた耳にしたことはある、まあ、私たちの周りでは結構いるじゃない、まあ、大変な人たち奇抜な方たちがね、うん、うおやりたいとかって言う人とかいるじゃない、うんうんうん、だけどなんかこうやりてーってのは分かるんだけどなんかこうなんかこうまんじゅうたまってるわってのないの？まんじゅうたまってるわとは言えないじゃない言わないのこうだって、そうね、まんじゅうたまってるわっていう表現も聞いたことないけど、飲み屋でしか会わない飲み友達と暗闇で会った時、挨拶だけで済ませようとしたら個室に押し倒された上に存外にご立派でとても興奮いたしました。その後何度も暗闇でいたしたけどよかった。はい、わかります。そういうのはね、すごくありますよね。あ、子宮がうずくっていう感覚があるってことだよね。うん、着床したいみたいなっていうね。あ、いいわね、のんのんちゃん。表現で言うけど、実際、濡れはしない、私は。J-Wave みたいな。そう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 。排卵されてる時は女性は下でドゥルンドゥルン、そうね。うんうんうん、あー。いいね、このナイモンチャンネルで、40代、50代の女性からこの子宮事情を聞くって、すごいなんか、うん、なんかいいわ、盗作ねえ、うん、なんか神秘的だよね本当に、うん、それは我々 の, あの生配信ほぼは見ねえわって思ったそう、でもそうだから、でも多分男性よりも女性の方がホルモンと密接になんかこの関わってる気がする。うん、まあ生理的なメカニズムがちゃんとしっかりされてるってことね。あのいわゆるこのまああのほらあの閉経とか更年期障害とかもそうだし、やっぱこの生理とかにまつわった妊娠出産にまつわったりすることもホルモンの影響は女性の方が多い気がするな。そうだよね、うん、そう作られてるね、やっぱりちゃんとね、うんうんうん、そうね、性は哲学、性は哲学、なるほどね。そうなんだよね。だからでもあれはほら、男性の更年期障害っていうのもあれもどこまで本当かどうかわかんないけどさ、やっぱりこう我々ぐらい、まああれはまあそうね、60歳ぐらいの年になるとさ、やっぱりこう睾丸とかまあいろんな機能が衰えて男性ホルモンが少なくなるじゃん。で結構このなんか
ミドルエイジクライスというか、なんかこうちょっとこう塞ぎ込んじゃう、そのぐらいの年齢の人もいるんじゃない。うんうんうん、あると思うよ。うん、うん、だそれが普通にストレートの男性の方が多いかもね。ね、うん、だからそこら辺が多分いろんなさ、この使わなくなる回数が多くでしょ、ね、うん、でなんか社会的な立場のものといろんなものとなんかこうまあタイミングが合っちゃったりするとさ、定年後にそれが来て本当に仕事もなくなって、そういう体の機能も落ち込んで鬱になっちゃうみたいな人も結構いるんじゃないかな。ああ、芸の人ってのはだから一人で自由だから、うん、ああちょっともう定年後暇になっちゃったなっつってさ、なんかさペッペッペッつってさ、リセンかけてね、そうそうそう、うん、デリヘルみたいなね、うん、とこもあるしさ、うん、なんか一緒に過ごすだけとかもあるわけだよ、あるね、やんなくて、うん、そうそうそう、あとちょっとこうなんか舐めさせてちょうだいよなんつってさ、うん、ねえ、そういう人もいるから、だからでもなかなかできないもんね、ご結婚されたりとかしてるとね。そうね、どうしてるんだろうね、このご結婚されてる人、定価が早いんだろうね、だから定価がかな、うん、その実際本当にチンコを使う機会がぐっと減っちゃう可能性もある。減っちゃうと劣化が早くなるっていうじゃない、うんうん、だから男性もその毎日オナニーをした方がいいって言うでしょ、体には。ですけどね、うん、リル・ブランビッチさん毎日やってる。あ、マジで？え？インスタ配信の全部どっちかやってるの？じゃあ何、なんかピザ食べた後とか。あとは。あとなんとかカレーとか食べながらその後にやってたりするんじゃない？いや違う、あの人でも寝る前って言ってた。入眠座。今日は伊勢丹の久々に出たフルーツサンドを買って。で、甘いものだけじゃダメだなと思って、隣にあったインドネシアカレーをスパイシーなカレー買ってきました。でも、そっかー、配信ほんと面白いな。そうね、あ、でもじゃあやっぱりこのオナニーした方が肌にもいいのかな。エッチすると肌になんかいいって言うじゃん、その、まあでもあれも本当なのかな、ホルモンっていうかさ。でもやっぱりお若くない、そういう人たちって。そのちゃんとセックスしてフレッシュな感じしない。何かあ、そういう性に奔放っていうか、まっすぐな人って。でもこれね、昔マシューズベストヒット TV でね、うんうんうん、見てたピーターさんがおっしゃってたんだけど、うんうん、無駄なセックスは老ける。無駄ってどういう無駄？まあ、だからその心身ともに満たされないセックスってことじゃない。まあ、どっちかでも満たされたらいいんだろうけど。でもそれが満たされてる人はいるわけじゃん。まあ、だからいいセックスを重ねてる方はいいんじゃない。やっぱホルモンがどん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 分泌されて。いや綺麗だもん。ピーター？さあ。そうね、綺麗だった。デビさんも綺麗だった。うん、そう、デビさんね、皆さんね、肌が実際肌がめっちゃめちゃ綺麗だった。ほんとにやばい。で全然塗ってないのよ。うん、おう、なんといつだっけ、77?80 いくつの肌には見えなくてね、めっちゃめちゃ綺麗だった。全然厚みとかじゃないよ、うん、もう普通に薄い、超薄い塗りだし、うん、あの日もだって4時間しかねえからさ、うん、濃いから濃く見えるけど、ナチュラルメイク、ナチュラルメイク、ナチュラルメイクだった、うん、あの肌はすごかったな。あなたその口紅色違うわよって言われる、うん、オレンジよ。そう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 、うん、オレンジしてる方、うん、でもあれいつあれは、あ、もう一個のやつは、うん、ね、来週か再来週で、あら、そう、来週だ、来週デヴィ夫人、あー、そうか、そう、まだ放送してないのあれ、うん、そう、デヴィ夫人とは、あ、開けてるんだ、あれ、結構ちょっといろいろあって、いろいろあってね、あっもう一本ね、デヴィ夫人と若者の珍道中が、そっか、こう、あら、久しぶりのゴンゴン、ちょっとゴンゴンのセックス聞かせて、2021年の。なかなかね、遠征もできなくて、地方でセックスするってのができなかったでしょ、ゴンゴンさん。あれ、ゴンゴンさんって、あれ、お会いしてるよね。絶対お会いしてるよ、うんうん、もうクラブで、日本中のクラブでお会いするゴンゴンさん。右がドリアンさんですね。どっちかな。
右どういうこと、右がドリアンさんかどうか左がドリアンさんかわかんないよ。誰に教えてくれたんだろう。ゴンゴさん、ここ数年してませんね。あら、ほんとに。でもさ、数年してないってさ、それ我慢できるの、ゴンちゃん。人とやりたくないだけかな。まあ、オナニーはしてるでしょ。うん、オナニーはしてると思うけど、そのセックスは、だから本当に相手としたくないのかな。それかなんか、え、だって絶対モテる方なんだよ、この方。でもなんかあったのかな、そのなんか心が傷つくことが。なんか白パン、うん、そうだね。何かあったのかな、下手くそだねとかさ、あるのかな。で、こう、深く傷ついちゃって、そうそうそう、人とやるのか。宿女のお顔は領収書、かけたお金が出るのよ。すごい昔のなんか、うん、西川口って。あ、経理がめんどくさいんだって。え、経理がなければいいんじゃない。いや、発展場じゃない。だから、え、どうで、私は、え、え、あの、経理がなければいいんでしょ。うん、だから、やろうよっつってさ、うん、あ、じゃあジェコさん、家来てもらっていいですかっつって、ほんで私も行ったら、バーって脱いで、まあまあ、そうそうそう、じゃあお疲れ、そんでいいでもさ、そのせ、まあだから、経緯がめんどくさいって、もしかしてただのことで、こういうアプリとかのやり取りがめんどくさいとか。だから、あの、何歳ですか、立ちですか、はい、今ですか、どこ住んでますか、はい、本当アプリってめんどくさいよね。どこ何分ですか、バス、トイレ別ですかみたいな、そういういっぱい質問があるわけでしょ。はいはいはい、それが嫌なんだね。いつもとは違って。ああ、お母さん、さすがに防御しないのいないっしょ。今時短で閉まってるよ。そうね。お母さん、ああ、しかもなんかね、すごいのがこう何分か回してきて、私たち気抜けますよっていう、その手前で来るの。そうなのよね。うん、私たちもちょっと集中力本当に切れてきてやってるけど、集中力ないけど、それが本当に尽きてますよっていうぐらいのところで来るじゃん。スッとね。何なんだこの人。いやー、この間合い感覚がすごい。合気道とかやらしたら多分うまいと思うよ。今までのコメント全部合わせて20文字ぐらいいかないけどね。本当よね。分かる、吉野で見てます。こんばんは。あとなんかもう一個あったっけ？ないないない。それだけですか？あ、違う、あと今日も寒いは出なかったっけ？寒いは、寒いはね、みたいな。ちょうど20ぐらい。すごいわ。そうね、お母さんに分かっていただけたから、ゴンスさん。ねえ、手だれを通り越して失敬する。
お母さんってこの名前もいいよね。もう無理。え、だってさ、これさ、わかんないけど、お母さんっていう名前で Google のアカウントを持ってると思うよね。何者？どういうメールアドレスなの？登録できないですね。登録できないからね。どういうこと？この辺で爆酔しそうなんだけど。死ぬんだけど、お母さん。なんなの、この半、あの、生配信やるたんびに出てくるこの死客たち。それ、牧山さんに始まりね。そう。これさ、見えないけどさ、これ誰誰よ、なんかどのフリー素材使ってんだよ、ね、絶対わかんないですよ、わかんないよ、これえ、なにこれぜ、ほんとさ、その方のお母さんだったりしてね、やだ、サイコパスじゃん自分の母親もいや、お母さん、もう死ぬ、マジで死ぬね、え、お母さん、ヨシギュー G メール、そんなにヨシギュー、別にヨシギューに立脚してるキャラクターではないんじゃないいや、お母さん、いや、何の話だっけ、そう、だから、やり取りがめんどくさい、経緯がね、経緯が、でもさ、なんかさ、我々ぐらいの世代はさ、ちょっとパッと抜くみたいな、あの場所もカルチャーもあったじゃん、うんうん、今の子ってそれがないわけじゃん、どんどんなくなっちゃったんでしょ、だから全部これペーパーバーでしょ、あのこのこいつらのせいで、いやでもさ、どれが一番いい時代なんだろうねって思わない、だからその私たちの世代はさ、こういうの、あのこういうのなかったでしょ、なかった、の場所があって、うんうん、雑誌とかに載ってたりとか、わざわざウェブページ見て、口コミとかで、ね、口コミとかでここにあるよみたいなの知って、その場所に足を運んでやりにしたけど、今はだってそういう場所自体に行かないんだよね、結構みんなね、行かないでしょ、だから若い子たちに聞いても、そのそういう場所に行かないっていうから、うんうん、あのリラクゼーションにね、行かないっていうから、うん、え、どうしてんのって思ったのがそういうことだったもんね、ピコバでしょ、ピコバでやってるから、うん、だからどの時代がいいってのは多分ない、まあまあその時代その時代で予想はあるんだけれども、このピポパッとはもうそうね、だから一個のセックスをする、例えば射精をする上でもさ、このなんていうの、手間としては絶対ピポパじゃん、でこう無駄打ちがないのよ、そうでもさ、無駄打ちがない人生ってどうなのって思うの、いや私はだからそっちだよ、そっちだよ、うんうん、私たちの時代は大外れみたいなあったじゃん、そういう場所に行って、うん、誰がいるかわからない、うんうん、タイプがいるかさえもわからない、うん、それで行った時に、わこの人いける、やりたいっていう、あの爆地が楽しかったでしょ、あった、偶発的なね、そう、ほんで、すごい気合い入れて、オープンから行ってみたら誰もいなかったみたいなとかあるじゃない、あったあったあった、で、2時間待ったけど誰も来なかったみたいな、で、もう、もう仕方ないから店員とちょっと関係して帰るとかね、そういうエピソード絶対あったじゃん、あったあった、だけどさ、今はさ、写真を見れてさ、いろいろプロフも見れてさ、そうそう、SNS も見れてさ、そうそう、つながってるんだよね、リンクで、うん、で見れるからさ、どういう人か分かった上で会うから、だから、まあ無駄打ちもないし確実に、でもそんなに若い子たち、もう別に若い子批判じゃないのよ、これ私、ただそんな子たちが言う、あのほら今年のクソリアルみたいなのってもう薄い薄いって思っちゃうのよ、そういうのも分からなくて会った人が本当のクソを捕まえられる、そうだよね、だからまあその記事は変わってるんだよね、変わってるだろうね、いやだから本当に今、うん、あのクソリアルとか見ててもさ、なんかもうなんか厳しいのよ、それでクソって言っちゃうのみたいな、あーそっかそっかそっか、え、だったらこれ以上のことも何もできないじゃんとか、でも我々の時のクソなんて本当にクソじゃん、いや本当にクソっていうか、もうなんか牛糞手塚みたいなもんじゃん、うんうんうん、もう本当にクソなのよ、そう、まあでもそれあるよね、そうよね、うん、だからまあ基準は変わってきたんだよ時代で、もう全部アプリのせい、本当に、ああどうするよ、もう戻れないよ、でもそれですごい多くの方たちがね出会える、出会って付き合ってって聞くんですけど、エッチもできないし彼氏もできないしね、でもね、いいよ、あのしばらくお母さんの元気になれるからそう、お母さんしばらく元気くれるね、あそこだってこれアーカイブになったら、あのチャット欄見ちゃうもんここで出たあー面白い、あ、
逆に掲示板とかアプリで出会ってみたかったって若者もいると思うよ。これ多分女性じゃない？あ、女性か。でもだそういうあのヤングたちもいるだろうね。だからその昔のおじさんたちの話なんてどうでもいいって人もいるだろうし、それなんか一番だから我々がさゴールド時代の話を聞くみたいな感じでさ、ああそう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 、あの時楽しかったんだよ。だからさ、でも私はそれを聞いちゃうとはぁと思わないの。あの、生きたかったーって思う。ゴールドとか超思う。どんなだったんだろうみたいな、ね、そういうのすごい生きたかった。だからその前のアゲハとかもそうよね。あの知らない人は知らないし、ああそうね、あのアゲハ自体は、はいはい、そうそう、それと一緒だから。エッチもさ、そうだよね、うん、かと思えばさ、そのエッチをまあ普通にこうツイッターとかに上げちゃう世代でもあるわけじゃん。そうね、だから世代で来るのはあれかもしれないけど、ビジネスにしちゃって、そうね、できるでしょ、簡単にね、今できるじゃない、うん、だからなんかあの不思議だなって思うのが、あのすごくいろんなものがあの制限されてきたのに、あのああいうものはすごくみんなオープンに、ね、オープンに、うん、そう、ダメ、やだ、そういうの無理とか言いながらも、なんか意外とそういうのは制限いくんだなと思って。そうね、そうなのよね。野外発展は嫌って言うけれども、セックスを人様にあの無尽蔵に見せるのは OK だもんね。だからまあまあ多分そういうなんかセックスの倫理とかさ、そういうのも時代によっていろいろ変わってくんだろうけど、そういうの面白いね。でもああいう人たち発展場とか、うわ汚いって言うわけじゃん。そうだから、そういうところできないとか、ね、人が見てるから無理とか、うん、多分だから見られたいから出してるんじゃなくて、これだったら金稼げるから出してるってだけの話なんじゃないの。でもツイッターとかでさ、ただただこうハメ撮りとか出す人もいるし、ああ裏垢みたいなやつでしょ。そうで、うん、お金を絡ませられる、うん、だからあれは多分自己顕示欲とか見てほしい人たち、うん、ああそうかそうかそうか、そうか。だから別に何にも否定はしてない。そうそう、全然いいんだけど、いや面白いなと思って、なんかいろんなこう時代時代で変わっていくんだなっていうのはすごく思ってる。ね、ほんと人の数だけセックスの価値観があるから。いや、あるよね。うわ、バディの文通したらこれを思うと、あーね、バディあったよね、文通欄ね。あった、全然あった、全然あった。ちょっと、ちょっと、ちょっと、膝痛。12月24日、発展場で25日になるまで大部屋で粘った。いいですね、そういうね、そういうブスな思い出って本当に大切。あ、大晦日のカウントダウンにとか行ったことない。1年1回発展場、うん、ない。あるわ、私1回だけあるから。やっぱね、そういうブスな体験は絶対にもう人生の血肉になるから。いや本当にね、この間もね、ちょっと別のあれでリルさんと行ったんだけど、やっぱねブスな体験しとくと本当にいいよ。多分ブスな体験とかみっともない体験しちゃダメだしちゃダメだってあれして、いろんなことをやらないでおくと将来後悔して最大級にブスなことになっちゃいそうな気がするから、若いうちにね、ブスなこと年寄ればいいのよ、いろんな失敗も。そうね、自己顕示欲と承認欲求なんだろうね。私何だろう、そういうブスな体験何だろうな、なんかまあでも、いや、いくらでもあるんだけど、特にこう発展場周りってのはね、本当にこう人間交差点というかブスな体験をたくさんさせていただくんだよね。じゃあ発展場のブスな体験って何か、その31時の話聞かせて。ただそのカウントダウンなんか、あなた今日そのネイってかズラッカリップか分かんないけど、アン・ヤマコさんみたいな。あ、沖縄の、うん、元気かな、山子さんね。元気だな。なんかお店出したんだって。あ、そうなんだ、うん、ただね、カウントダウンに行きたかったわけ。ん、なんつうの、体験してみたかった。そうそうそう、年をまたぐ時に発展場にいる自分ってバカだなって思いたいっていう。そうそうそう。え、結構お客さんいたの。いや、うんとね、意外に、でも程よい感じ。うん、あ、でもいるんだと思った。うん、うん、そう、だから、悲鳴始めと、終わりはなんていうの。まあ、悲鳴おっさん、まあ、そんな言葉ないけど、うん、それは同時に1日、その1時間できちゃうみたいな。そうそうそう、ただそういう経験したかっただけだけど、特にそんな深い理由はないの。バカなことするのにそんな深い理由、あんまなくなっちゃう。そうね、うん、そう
そう、ただそこにいたかったっていうだけなんですね。私なんかね、昔、19の時にもう23日、12月23日ぐらいからずっとお店に入ってたのよ、うん、飲み屋に、うんうん、1月3日までぐらいで本当連続で入ってたの、うん、うん、でまあ、その間自分のバースデーとかもあって結構もう大変で、1月3日ようやく終わって飲み屋がね、でその帰り、その店が終わった朝、うん、夜通しもセックスしようと思って、まあ、あるその暗闇に行ったのよ。そしたらその時付き合ってた彼氏がいたってのがあったけど、それはあれ、私もそれってどうなったの。でも元々はね、フェードアウト仕掛けみたいな感じだったから、そのままフェードアウトしてたけど、あ、もうお別れしたの。そう、まあ、そう、その時はあのお話ししたの。え、してない。あ、いるみたいな。で、向こうもなんか、わーみたいな顔して、まあ、こっちも別にもういいやと思ってたから。そう、再任はしなかったんだ。しない。あ、うん、元気かな、あの人。16個だから、今。うわ、マジ ?53 か。あ、そう。うん、まあ、すごいね、その方もお魚ね。あ、でも違う違う、当時は今の私より年下、34とかだから、まあいい時、いい当時ね。あった、なんかいい感じの。あ、でも同じことあったよ。ほんと、廊下の奥の方にすげえ一番いけんなと思って近づいてたと、うん、で、近づいてたら今からだったって、うんうん、まあお互い様感もあるでしょ。そう、ほんであっちもいけると思ったんだってほんでお互い目悪くて近づいてたらお互いからしてじゃあ2人でやればよくないみたいなさ、うん、だけどここまで来たから、とりあえずここにいる自分のやりたい人とやって、うん、で一緒に帰ろうみたいな。すごい、なんか高等テクニック、高等な心理戦だって。そのために来たんでしょっていう。まあね、うん、いいね、大人な感じでいいねそれ。うん、大人な感じだった。すごい付き合ってたよ、長く。へえ、うん、それ結構長く付き合って、長い、なんていうの、ある程度年月が経ってから、最初からとかじゃないし。うん、年月経ってから1年か2年ぐらい。あ、そうなんだ、だと思う。トータル15年作ったから、すごい。トータル15年だ。この前だから、それこそ同じ空間に元から2人いたから。あらー、そう、行ったらびっくりした。豪華じゃん、えみたいな。豪華じゃん。そうそうそう、その人でそのあれだったの。目にはならないよ。いいね、私なんか今日東横キッズみたいじゃない。どういうこと。なんか東横キッズって、ほら歌舞伎町の東横に集まってるなんか若い女の子。あ、それ東横キッズっていうの。東横よく知ってるよね。え、でもニュースで一時期すごい流れてたのよ。あ、そうなの。で、東横の王って言われてる人が、未成年となんか成功したあの容疑でこの間捕まって、うん、そうそう、東横キッズなのこれ。いや、すごい東横キッズっぽい。え、おじさんどうすんの。いる、こういう子。え、受けんだけど。しかも大概こういうタイプ入ってるよね。そうそうそう、寒いのよ。デニムのパンツの下に、この時期のね、もうと、あそこ風が抜けがあってね、本当に寒いの。いるな。某 FC サロン、某 FCFC ダスモーサロンで手術を受けた後に誘われて手術代行。ああ、でもそれわかる。やった。あれすごい想像しちゃう。あの最近このメンズエステ流行ってるじゃん。流行ってるね、脱毛とかね。マッサージ脱毛とか、うん、え、絶対やってるよねって私思って、すごくあの偏見ね、うんうんうん、ダメじゃないの、お願いやっててって思うの。そう、夢を残しててほしいよね。そう、夢、うん、そこに夢を、夢がいっぱいあるじゃんって。で、ね、でほら結構さ、大きくなっちゃうことあるじゃん、やっぱ。そう、陰部のさ、脱毛とかするからさ、うんうんうん、だからそれ、あ、ツイッターにこう上がってるけど、マッサージ行きましたとか上げてるけど、うっかりやってんでしょ。それはもう、サーシャビーもってことで。サーシャ、あ、サーシャビーもやってるの。サーシャビーもよく脱毛でこうやってる。あ、ほんと、うん、あ、それはないけど、あと、あ、リオト先生も、リオト先生もやってんだ、うん、だ絶対ね、あの夢は残してほしい。まあでも分かる、夢は残してほしい。だけど、なんかそう言った人たちは、え、そういうの絶対あるでしょとか言った時にそんなんないよって軽く笑って言ってほしいよ。あ、あ、そうね、みたいな。うん、そんなんないよ。そんなんやるじゃん、やるじゃん、みたいな。それぐらいの夢持たせてほしいんだけど、でもあると思うよ、私。
あるかな。お互いが OK だ。まあね、お互いが OK だったら全然あるでしょ。絶対あると。それはもうだって別に特に誰が止めるあれでもないしね。そうだから、すごいなんか、あ、ちょっとそろそろ やろうかなと思って。何を、どこで面接って勉強、あなたが施術する方。そう、施術の勉強。うん、うん、もうストラックインをね、もうそろそろ一回お休みして、うん、ちょっと純子のあんま室。うん、純子はつけない。そっか。純子さん、今日は浜崎あゆみもしくは北斗さんがコンセプト。うん、どっちだろうな。どっちだと思う？昔の新木場すごかったです。うん、今もうないんだよな、どうしね。三角公園ね。うん、そっちも食った気でやっててほしいのよ。そうね、夢は。まあ、我々ファンタジーだもんね。だから私、あのタイとか行った時にね、うん、そういうマッサージで抜いてくれるとかあるじゃない、うん、で最初マッサージするけど、結局抜くためのものでしょ、あれは、うん、だけどなんか抜くまでのあのマッサージでいろんなことを想像するじゃない、うん、なんでこう始まったって、あの瞬間、あの瞬間がたまらねえのよ。あれだから面白いな。裏面に行った時に、あ、そう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 、で、あ、じゃあ OK になってくださいって言ったらさ、ブルンってね、なんかね、うん、いやオッケーな、オッケーな、オッケーな、マベライス、マベライス、ふふふ、ドダイマイハー、マベライス、マベラ、マベライス。そうね、だからそういう、なんか、例えばさ、個人経営の髪切るところとかさ、うん、うん、芸人やりますみたいな、そういうのもちょっと想像しちゃう。今もあんのかな、なんかあったのよ、なんか大久保だか新大久保の方に、なんか芸の方がやられてる、本当にちっちゃい、床屋さんという美容室なんだけど、うんうん、すごくなんかね、本当にこうワクワクしながら想像してた。実際そこで切ったこともないし、あれなんだけど、うんうんうん、なんかそんなことが行われたらいいなって。で、あ、なんかそういうところでしょ、個人っていうところで。そう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 、行われたらいいなって。本当に夢、うん、夢あるよね、うん、すごく。脱毛とかのマッサージちょっと行ったことないの？マッサージの脱毛も日本はない。あ、うん、そうそう、だから、いや、ほんとマッサージないの？こんなバキバキで体ボロボロなの。ああいうマッサージだよ。あの、スポーツマッサージもあるよ。ああ、なんか芸の方がやってるダンサーとかのやってるところには行ってるよ。はいはいはい、うん、そうそうそう、渋谷にあるんだけど、うん、行ってんだけど、じゃなくて、あれちょっと裸でさ、個人のパーソナルジムから喘ぎ声がっていうことは何度か聞きました。あ、でもそれは私聞いたことある。あ、そう、あのね、しかもね、それはね、夢じゃなくてね、リアルで結構あるらしい。あ、なんかレンタルジムみたいなところで個人でやるしますよね。あ、そう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 、教えますっつって、うん、あるんだって。いやー、夢がある。でしょ、それはもう、でもまあそんな詳しく話はできないけどね。まあ、いろいろ聞いたことはある、うんうん、夢があるわ。そう、だからそこでないですよじゃなくていいのよ、別に。うん、うん、あーみたいなね。うん、なんかどっちでもいいのよ、答えは。そうね、だから私もなんか2年前、3年前ぐらいかな、コロナ始まってなかったかな、わかんないけど、ちょっと一時期ちょっとゲイマッサージにハマった時期があって、うん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 、だから何件か行ってた。あ、なんか行ってたんだよ、うん、なんかね、3、4年前に、うん、なんか、うん、あれもイベントとか行ってなかったのか、疲れたとかって言ってくるけ、大阪かな、わかんない、大阪、うん、でもなんか3、2、3回しか行ったことないけど、うんうん、ゲイマッサージも本当に楽しかった、よかった、あれそう、本当によかった。お話もするんでしょ。お話もするし、多分なんかこう規定以上のサービスをしていただいたから、うん、それそうだよね。でもね、わかるわかる、タイプの人ってやっぱ規定以上のサービスしちゃってたもんな、うん、だからこう、すごいこっちがマッサージされるはずなのに、その方のひたすら肛門を舐めてた時間があって、これどっちがマッサージなの、どっちが客なんだろうなと思いながら、バタケン、うん、なんかこう、施術台に座らせて足ガーってやって、ずっとペロペロ。あ、でもだから、わかる、その施術台ってのがいいんだろうね。いいよね、施術台っていいよね。そういうエロあるじゃん、ビデオ、あるあるある、今あるじゃん、あるあるある、のんけが来てさ、ほんで隣、彼女とカップできちゃうのにさ、それでこのカーテン1枚でね、そう、1枚でさ、あれ、聞こえますよってね、あれとかすごいこう、いいよね、あれはよく作ったよね、あのステーション。もう割とゲイたち、みんなまあ知ってるでしょ、うん、っていう感じのステーションだけど、なんかそういうことだよ。いや、そうそうそう、やっぱシチュエーションね。それこそ昔、ヒサロとかそういうのあったの。ヒサロであったの。うん、マシンで寝てる時に 手、うん、手だけ伸びてきて、いや、ほんでこうやってやられて、いや、それじゃあ手を伸ばしてるのは店員さん？うん、はあ、でもそれだってのんけさんかもしれないでしょ。
うん、そう、ゲイの。あー、あるよねー。そうそうそう、でももうなくなっちゃったから。私もさ、あそこなんだっけ、あのさ、4回そっちね、俺こっちの方だった。あー、それはもう発展版もんね、うん、うん、それはだって、そうね、そういう人じゃん、ハウスでしょ。そう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 、うん、ここはだから、そうだって、有名なおじさんがいたの。はいはいはい、有名なおじさんがいたのね、うん、有名なおじさんで言うとさ、高田のママにあった暗闇があって、うん、高田のママにあったの、あったのよ。で、割とこの本当になんか、まあ、マッチョなんだろうけど、すごいなんか真っ黒でテラテラのおじさんがなんか店長だったのか。大体そうじゃない。そうそうそう。で、店員さん、俺が今よく大学の帰りとか大学の授業の途中とかに行くと、やっぱ誰もいない。相当古いね、それ。いや、もう相当古い、20年前、うんうんうん、誰もいないのよ、うん、で、しばらくするとどうしようかなって困ってると、そのおじさん店長がちょっと来て、うん、まあ、抜いてくれんの、うんうん、で、必ずなんかね、こんくらいのなんかジョアをくれる。あー、ジョア、あれがね、すごいなんかね、記憶残ってるからなんかほろ、まあ、苦いというか、なんかなんだろう、この感情、その感情をジョアで甘くしろってことなの。そういうことなのかな。誰もいない時に、まあ、うん、あの相手してくれて、そう、ジョアをくれるっていう、あの高田のママ、ね、すごい。その高田のママの発展版もないし、今ジョアもないんじゃない。ないんじゃない。あのなんて名前だったっけな、忘れちゃった。ジョア、なんかあったのよ。ババにあったんだ。あの栄通りの方、このババの方じゃなくて、あっちの栄通りの方、ちょっと行った方のね。栄通りってどっち。なんか、駅を出て、あの商店街、こっちじゃなくて、そうそう、商店街の方の、ま、方向、うん、こっち行くと早稲田大学、うんうんうん、でこっち行くとってのがあって、坂登っていくとって感じかな。なんかあっちの方にね、うんうんうん、あったんだよね。丸いやつかなんかあるんですよ。懐かしいな。あー、そう、あー、それそれ多分、いや、それかな。いや、それ、ま、そこってなんかちょっと新しくない名前、なんかもっと古い感じだったんだよな。で、なんかね、夜光塗料で光る彫刻みたいなのが置いてあってる気がするんだよな。アップルエイド東京は違うんじゃない。割と新しいよね、うん、なんか。でも今ないよね。なんだっけ、今もないって、マスカレード。覚えてない、皆さん。そう、マスカレードよりもね、もっと古かったはずなんだよな。知らない。20年前ぐらいにあった。学生時代、その発展場の裏に住んでました。あら、なんだっけ。いや、覚えてないな。覚えてないとなったか。まあ聞いたら分かるかもね。20年前の高田馬場にあったあの暗闇。ちょっと待ってみる。その後名前が変わったのかな、そのマスカレードさんに。いや、でもね、マスカレードなんだ。マスカレード東京って、その高田馬場じゃなかったんですね、もともと。いいね、これスカイジンも乗ってると。相当。ああ、でもなんか名前分かったかも。え、キングランドかな、違うか。うわ、このホームページ超懐かしい発展場ばっかり。これ覚えてる、知ってる、ここ。うわ、懐かしい。ここな、このホームページが。うん、そう、行ったことないけどね。あ、これだ、これ。ああ、なんとなく聞いたことある。うわ、懐かしい。よく出てきたな、それ。なんか、こ、懐かしい。だってここ、なんで出てきたの。いや、ここすっごい懐かしい発展場ばっかりで、すごいなんかノスタルジーになっちゃう。これ調べればいいのか。これ、それ何年とかある。え、あれは、そう、理性あの辺多かったからね。あ、でも私ね、もう分かりましたよ、懐かしい。あー、でも聞いたことあるわよ。はいはいはい、よく名前でしょ。はい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 。そう、私がそうね、だからこう大学生の時だから18とか9だから、本当に20年前、19年前ぐらいか。うわ、懐かしい。懐かしい場所いっぱいあるよね。そうね。そう思うと全部制覇しておけばよかったなと思うよね。そのあなたの、あのクエストとか。あ、はいはいはい、はい。今だからほとんどないじゃない。ないね。だから今発展のビジネスってどうなってんだろうね。もう本当に完全にこっちこうなってるでしょ。あと、このご時世上だから朝までもやってないじゃん。やってないね。多分もしかしたら。Z です。
お花つぶってみます。言ってんじゃん。言ってんじゃん。ちょっと、いつらかしょ。いや、懐かしいね。あ、私今どこ行っちゃったの。あ、ごめん。検索ワードだけでも、いや、検索ワードってそのままじゃない。名前覚えてるけど、わかんないな、それは知らないな。いつもこの時になると喋らないってことをやっちゃうんだよね、いつもね、こうやって。さっき私がお手洗い行った時に、あのドリアさんを一人にすると、ドリアさん絶対喋るんだよ。だし聞いてたの、トイレでずっと喋るんだね、やっぱりと思って。あんまり黙んないもんね。黙ってればいいのに、たまには。私はこうやってあんまり喋る、本当は無口なんです。あんまりこうプライベートとかそんな喋らない方なので、だからこうやって一人されると、なんか喋らない。YouTube やらないんですか？今やってみて。今やってます、YouTube。なんか二人の顔がちっちゃく見えるって書いてあるけど、そんなにちっちゃく見える？いつも違うのかな？いつも近いだろうね、多分ね、距離が。あ、そんなことないか。え？なんで？そう、ズームになったの。でも確かに、顔がちっちゃく見える。じゃあ、二人顔がちっちゃく見える。うん。アップになったのこれ。あ、なんか今、アップしたの。あ、したのね。今更だけど、純子さんのドリアさん逆だと思ったって。今日はじゃあ、俺はそんなことある初めてなのかな、じゃあこのドリアンさんワンじゃないの、ノンノンさんは。そんで間違えてたの。それはだってダメよ。俺今勝手に今グニンってなったの。あんたがしたの。うん、あれクソ。あのね、さっきね、うん、こう足が大体どっか行っちゃうときってドリアンさん絶対喋るじゃん。はい。今度ずっとだ黙ってる。無理しなくていいよ、ずっと黙ってる。なんかやっぱり繋げなきゃって思って出ちゃうんだろうね、うん。つなぎようとコンタは全くないから、すっごい喋ってなかったもん、今ずっと。うっそ、あんまり喋んないと、ほら、いろんな音が聞こえちゃいそうで怖いわ。あ、そっちの？ そう。そんな平気よ。あ、でもさ、それで思ったけど、性的なさ、あの、フェチか、性癖でさ、人のさ、うんちしてるの見るの好きな人っているよね。排泄姿を見るの、それで勃起しやすいとかいるでしょ、うん。それもすっごいと思う。それこそこのトイレのこっから覗いていこう。まあでもそれ男女問わずじゃない。あ、そう。あ、だからそんな男女問わずだと思うけど、うん、排泄してるところにこう興奮するっていう人はもうまあ全然いる。あとビデオとかでもあるじゃん、ここにこうね、ここにしちゃうみたいなとか。あれは本物じゃないと思うんだけど、うん、あれなんで作ってんだろうね。まあでも下手すら本物じゃない。嘘でしょ。でもたまにだってさ、このゲイでもさ、本当にハードコアなビデオとかのさ、もう本当に塗りたくってるやつとかあるじゃん。この間さ、ツイッターで見たのがさ、私、この間見てましたね。匂いとか感じるってことでしょ。じゃあ何匂いと、あいつと銀粉プレイしてる動画があったのよ。何銀粉って。もう全身銀。ああ。
やっぱ俺あれ好きだわ。それなんか見ることある。全身体質と一緒だよね。かな。ラバーとかと。ラバーフェチの人と一緒。あの銀の全身銀でチンコも、ま、銀銀とかってすごいエロティシズムを感じる。あれでやるってことでしょ。うん、やるし入れちゃうからさ。でもあの入れても平気な銀粉ってことでしょ。ってことだと思う。うん、でその動画ではその生で出し入れしてて、うん、生のチンコが銀のチンコが生の銀のケツの中に入ってるってすごくいいなって、うん、この銀が銀に入ってるから。でもさずーっとやったらさ、絶対そうなるよね。だんだん肌、ま、ね、肌色になっちゃう。なっちゃうよ、ポキーみたいな。うん、さもう一回こうやって塗るんじゃない？そしたらなんかつけるか。あ、そうかそうかそうか。バケツとかね。うん、あでもそうね。でも全身ラバーの人とかも。もうあれが快感なんだろうね。脱がないままやりたいわけでしょ。そうでしょ。あれが本当に中でいっちゃうんだろうね。あのエロチシズムなんだって。素晴らしいね。いやうんち見るの興奮しないな。エリザベスっていうお店ご存知ですか。わかんない。え、女装発展場じゃなかったっけ、エリザベスって。昔さ、六本木のさ、あれ違うか、六本木のインチって発展場がさ、なんか週1だか月1だかでなんか女装発展場になってた時なかった。それラフレッシュだよ。ラフレッシュ、うん、あれエリザベスって何だったっけな。食べても安心な銀粉銀粉ブレー、ツイッターで見てね。私もね、ついこの間見たと思う。ドラえもんも見た。シャワー缶してる時だけは BGM とか何かしら音姫鳴らすみたいな。でシャワー缶の音。そうね、あれもね、難しいんだよね。なんかこう、あの音に興奮するって人もいるじゃん。このシャワー缶をしてる音に。あ、まあ、どっちでもいい。聞こえても聞こえなくても。シャーブロブロブロッ、うん、もうこんな興奮しないな。そう、あと全身ラップでぐるぐる巻き、あれも好きな人好きじゃん。もうこういう風にこの苦しいだけじゃない。あれだから、してる、されてる方が興奮するのはなんとなくわかんない。縛られてるのと一緒だから、うんうん、してる方が興奮するのよ、ちょっと意味わかんない。あのビジュアルに多分興奮する方もいらっしゃると思うんだよ。本当にこう、大きいなんかラップみたいなのこうあれして。エリザベス会館よね、だって。そうよね、エリザベス会館よね、カメレオンになったんだって。そうだよね、女装してる方がいっぱい、そのイメージ。知らなかった。あの、だってこの東京東部もさ、東京東部って昔はでもあんま、東京東部って何？なんていうの、いわゆるこの皇居より東。ああ、東部ね、東ね、そうそうそう、東の部ね。はい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 。なんかあったんだっけか、東京東部？浅草方とか。ああ、でもそっか、そっちの行きゃいくらでもあったもんね。そうだよね。今でこそだから上野とかっていっぱいあったじゃん。あったね。だけど上野ってもうほとんどないでしょ。そう、多分今多分24ぐらいしかないよ、もう。昔それこそだって上野の方を攻めようかしらって言ってたから、3軒ぐらいはしごで行ったの、誰も見なかったからね。そう、普通にあの6時7時とか。でもさ、そのぐらいの年代の人って割とまだそういうなんか現場での出会いをに価値を置いてる方も多いんじゃないの、このポパだけじゃなくて。あ、今じゃないよ、結構前ね。あ、結構前。うん、もうそれこそ20年前ぐらい。おお、うん。まだ3件4件あったわけでしょ。え、全部あったってよ。7、8件以上あったんじゃないかな。いいからね。ガチの7件の店が多かったよね。某アーチで全身タイツナイトやったことあるけど、参加者総少人数ならなかなかのイケメンさんもいらっしゃる。そうなんだよね、結構フェチってさ。でも、なかなかそういうオープンだとちょっと来ないんじゃない。だってアイストとかでやったら来ないでしょ。俺アイストでやるロスキョーナイト大好きだったよ。本当、うん、でやっぱ可愛い子がいるのよ結構。あ、そうだ。フェチの前にはもう顔面の美醜とか体とか関係なくなるのが、ある意味フェチのすごく平等なところだと思う。うん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 、そうね、うん。だそれこそうんこ好きな人はさ、うん、うんこが良かったらもう別に顔が良かろうが顔があの体が良かろうが関係なくうんこなわけじゃん。そっか、でもそれは平等な社会だと思う。いや、平等だけどちょっと切なくなんないよ、してる方は。でもそれは私じゃないんだって。でもそれってそのうんこをしてる私を見ないんだそういうことだと思うんですよ。でも大きい人好きも割とそうじゃない。この人は私が好きなのか肉が好きなのか。ああ、そうだね。そろそろもうちょっとさ、女装、うん、
てる人に興奮しますって人いないのかね。あんまり昔一人いた。そういう人出てきていいよ。あのキャンピー怖くないよ。キャンピーで働いてる時にすっごい見た目が綺麗な若い子がいて、本当女装姿で来られたいですって言われて。あ、でも女装姿でやりたい。そうなんだ、女装姿でやりたい。そうじゃない。あ、まずなんかすごいなんかプライベートなこと言っちゃってごめんなさい、なんでもないです。すみません、ごめんなさい、頑張っちゃった、普通にごめんなさい、どうでもだった。そう、でもなんかさ、あの夕飯電車やった時に、うん、何回か遊びに来てるあの既婚者のんけの子がいたの、うんうん、すっごい可愛かったんだよ。なんで人で来てんだろうっていう。それやっぱ純子さんのやつ。違う違う違う、なんかで入ってきて、そんでもなんか面白いかなって、ま、なんか結構来てくれた、いっぱいに。すっごい可愛かったの。もう会えないかな。会いたい、あの子。ご覧になってますか。ねえ、やりたい、あの子。すごいやりたい。女装はフェチじゃないんですかね。女装はフェチじゃないよね。まあ我々の特に、我々の女装は職業だからね、うん、職業で仕事だからね。私フェチでこれやってないもん、うん、本当に。だからまあフェチの方もいらっしゃるだろうし、いわゆる趣味女さんもいらっしゃるだろうし。そう、あ、そうだね。そのバラバラだから、女装の中でもいろいろあるから。そうそうそう、ゲイの中でもいっぱいあるように、うん、女装の中でもみんながみんなそうじゃないもんね。全然違う。まあ、そもそもドラッグクイーンと女装さんといろいろ、女装がどういうとかいろいろあるし、そう、ニューレディーってのもいるし、ニューレディーさんもいらっしゃるね。そうそうそう、バラバラだからね、なんとも言えないんですよ、それは。女装が好きな人結構いますよね、アプリで 見ますよ。そうね、それはでも綺麗系でしょ。まあこのアイラインじゃちょっとね、来ないもん、こんなバカにしろ。めちゃタイプの子から女装姿でやってほしいです、やりたいです言われたらやるの。やらない、やらない、うん、無理。自分のテンションが上がらない。そう、やっぱこの格好してるとチンコ立たないからさ。立たない。うっすらそれがなんかこういうところに映っちゃった日にはもう最悪じゃん。いやだよね、そうだよね、本当に。で、彼、その子のさ、なんか乳首とか舐めたら唇につくんでしょ。そう、絶対に嫌だ。髪の毛とかこう、絶対に嫌だ。ほんで、あの、掘ってたらこういうのね、かすりながら絡まってんだ。そうそうそう、チンコスプレー持ってきて。絶対嫌だ。嫌だ、そんなの。地獄でしかないよね、罰ゲームだよ、そんなのは。だから、いや、女装姿でさ、セックスをされる方たくさんいらっしゃるけれども、それってやっぱり全く興味ないでしょ。全く興味ないし、全然、ここは絶対ないよ。猫の方が多くない、相手。うん、その、好まれる方。ああ、そうかもね。うん、うん、女装姿でタッチをしたくないよね。女だっていう認識は全くないからさ、自分たちがこういう風なことをしていって、いうのもなんだけど、そのなんか女装をしたりって感じがないんだよね。私なんか、ああ、そうね、その、うん、はいはいはい、女の装いって感じがあんまりしないから、なんて言えばいいんだろう、なんか、なんか自由でいたいっていう感じ。随分精神性の、うん、ねえ。私はそうね、ドラァグクイーンしてるっていう。そうでしょ、あなたそうだよね、うん、私はこうなんか、自由でいたいって感じ。そうなんだよね、リリーシュシュって感じ。リリーシスのすべて。でもなんかさ、エッチな話するとエッチしたく前になってたけど、ならないね。ん？向けて？昔ってエッチな話してたらさ、友達同士とかでもさ、ファミレスとかでエッチな話してたらさ、なんかムラムラしてきたって言うじゃん。あ、ちょっとこの後ちょっと行ってくるわ。そうそう、めざくなくなってきたね。ないよ。なんでこう大きなくなってきたんだろう、だんだん。いいことよ、もう本当性欲の奴隷だった時代ね、本当にろくなことなかったもん。そうかな、まあそれはそれでよかったけどね。いや、まああれがあったから今があると思うんだけど、あれがずっとだったらちょっとしんどいと思って。あ、しんどいね、うん、疲れちゃうし、疲れちゃうし、なんかこうやっぱいろんな人生のこのなんていうの、電池自体がさ目減りしてる中でさ、うん、その中でじゃあセックスにどれぐらいその電池のパーセントを投下しなきゃいけないんだろうと思うと、だったら違うものに投下できるようになってよかったなと今は思うんだよね。だ、終わった後とか疲れちゃうし。そうね、うん、あすぐもうアリナミン V とか飲んじゃうマジで筋肉疲労もあるしね。そう、だから結構さ、このご、まあ、ですね、いい悪いじゃなくてさ、50代の方とかでさ、毎日のようにこのセックスネタでこうツイッターにこう上げてらっしゃる方とかいらっしゃるじゃん、うん、すげえなって思う。いるいるいる。だからそういうの見るとなんか、あ、でもね、50代ぐらいの人がそういうふうに上げてるの見るとちょっと興奮する。興奮しちゃうんだ、うん、うわ、すごい、エロいって思っちゃう。いや、すごい、若者を上げてると何にも思わない。
すごいなとは思うんだけど、え、でもあなたの人生それ以外にないのってもう思っちゃうのよ。違う違う、もうそれそれでいい、シンプルになったのよ。ああ、もうただただ私は俺がセックスがしたい、そう、それでもう最後死んでくぞっていう。ああ、なるほどね。そこにこう覚悟と、ひ、なんかまあ潔い、あの迷いがない、はいはいはい、はい、そこが、はあ、すごいと思っちゃう。結構いらっしゃるじゃん、その顔とか体とかもうバーンと出して、うんうん、もうでブワーってやったら、そう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 、だからわ、すごい開き直ってるじゃなくて、すごい、なんだろう、もう研ぎ澄ました、そう、研ぎ澄まされて、もう洗練されてるなと思っちゃう、うんうん、男性的特徴が残ってる女装はどのくらい人気があるんですか。ちょっとよくわかんないな男性性にとらわれなくなったのは性に慣れたからですか、うん、いいね、この方ラブラブラブさん、割とこう哲学的な質問が、単純に性欲が減退したんです、性欲と性力が、うん、今はそれがすごく楽、うん、だってこんな場所に来てればさ、まあ、新小平だけど絶対帰り道どっかでセックスしてこうと思ってたもん、昔でしょ、でしょ、20代の頃ってさ、30代前半なんて、で多分まあできる場所とかもあるじゃない、いっぱいあったしね、うん、ね、そうですね、そうそうそう、うん、もう早く帰ってお風呂入りたいもん、そうだよね、うん、なんかやるけん定食ぐらいの値段で行けたもんね、そうね、いや本当に本当に、下手したら安いと思って、いやそうと思ったけど、今だから別に本当に帰り道とか、だからイベント明けとかってさ、ムラムラしてたじゃん、あったあった、女装明けね、うん、あったあった、そう、女装明けのムラムラっていうのは本当に結構皆さんあったっていう、うん、ね、やっぱりこう女性を、まあ女性っていうか、まあ女性らしい、女性らしくもないけれども、まあ、あれで女性性を、まあ、誇張したパフォーマンスを何時間もしてると、それが終わった後ってこう自分の中の男性性がモリモリとしてきたりすることがよくあった、そうそうそう、性欲がね、うん、なある出てくるけど、今だってもう終わったら早く帰って寝たいと思うもんね、あったかいお茶飲んでさ、もう靴下 T シャツをズボンの中に入れて全部寝たいって思うもんね、そうそう、靴下履いて T シャツもインしてね、今ってもうしかもさ、ちょっと話それちゃうけど、風邪すら引けないじゃん、そうなのよ、下手しに風邪引いたらね、だって風邪なのになんかあれになっちゃう、そうそうでしょ、ね、うん、だからもう引けないように頑張ってんだけどさ、エッチなんかそうだからしたいと思わないんだよね。還暦の友人は性欲がなくなったら男じゃなくなると豪語していました。すごいね。でもこれってね、逆にその人って男って何っていうものにとらわれすぎてる気がする。うん、あとはもう周期だよね。来んのかな俺、じゃあこの後。いや来る来る来る、絶対来る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 。ムラムラみたいな時。うん、来ると思うよ。50ぐらいで。ああ、じゃああと13年後か。うん、私コロナ終わったら来るかな、なんか、なるほどね、都会に遊びに出たらどうせならって考えで遊んでたが、あー、それもわかるわ、それもだんだんとなくなってくるから、50代でバンバンハメ撮りを乗せてる方見るととても興奮しちゃう、はいはいはい、そう、性欲よりも睡眠欲の方がよっぽどある、ああそうだね、睡眠欲の方がいいかも、睡眠欲が今もうマックスだな、あとね、なんかねコリがひどいからそれで結構冷めちゃう、あーでもそれもあるのか、あ、ね、疲れが早いんだよ、目が悪いのと姿勢っていうか、なんかもうなんだろうな、力が入っちゃうんだけど、この首と肩が凝りやすいの、うん、なんかみたいな、それでなんかね、それだけで冷めちゃうんだよね、もう、まあ、性欲モードにならないよね、そう、そう、あと腰も痛い、はいはいはい、そう、なんかいろんなとこ痛んでるともうダメ、うんうん、あとやっぱ無呼吸症候群だから寝れてなくて、性欲が多分それ多分影響してるかも、無呼吸が、まあ、あれもこう全てにいろんなこの HP とか MP をちょっとずつ削ってるわけでしょ、ほとんど寝てないって言われたんだろう、あ、そう、そう、調べたんだよね、そう、だから多分それが影響して多分いろいろやってるんだと思う、まあそれで心臓もあれしちゃったりとか、心臓まあそれもあるのかな、うん、多分ね、うん、肩こりの話、ごめんね、急にさっきから何の話本当だよね、なんで今日何の話見んねん、そうだよ、2022年、ね、今年はさ、今年はさ、うん、
何がこう 目的ですか、あ、目標ですか、なんか、なんかした、皆さん2020年どんな2022年にしたいとかあります？急にちょっと話変えちゃうけど、じゃあもうコロナが落ち着いたとみなしたら、そう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 、まあ落ち着いていくでしょう、はい、正直、うん、うん、もうここまで来たら皆さん限界ですし、はい、もう 何だかよくわかんないからね、うんうんうん、国民の方が本当のこと分かってるんじゃないかってぐらいの勢いですけど、海外旅行行きたい、バンコク行きたい、あ、もう買い出ししたい、そうだね、買い物、うん、あ、海外行きたいってことか、そう、バンコクで買い物したい、そのいろんな羽とかいろいろ描いたヘッドドレスとか、うん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 、何したい22でしょ、うん、今年でしょ、いっぱい地方にいっぱい来たい、ああはいはい、それはこうお仕事で、お仕事で、うんうん、呼んでください、あ、呼んでください、なんかお仕事でも旅行でもいいんだけど、うん、なんかそれこそこの 2,3 年地方にも行ってなかったからさ、うん、全然、うん、だからやっぱり東京から離れるだけで仕事感なんだろう、こう追われてる感がなくなるから、まあリフレッシュにもなるしね、そうそうそう、やってることはそんな変わんないかもしれないけど、環境が違うとね、うん、そう、なんかちょ、そうだね、コロナ明けたらやりましょうと約束してた方とバンバン遊びたい、ああいいお話、ああそういう約束もされてるんだね、さすがね、まあ、この方は割ともうやっぱ奔放のイメージ、うん、はい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 、そうだよね、またそのイベントなんかステージにもっと立ちたいな、ステージがないからね、我々ね、そう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 、なくなってしまいましたからね、そうそうそう、それもあるよね、あ、でもなんかこう、こうロケ行きたい、あー街ブラね、そう行きたい、採石場とか行きたい、なんだろうな、なんでここなんですかっていうところに行きたい、はい、だからまあ場違いみたいなもんよね、うん、そうそう、どこがいい、私はね、どこだろうな、いやどうだろう、でも昔よりもさ、助走が場違いじゃなくなってきたよね、ここはどうだろう、ここはどうだろうって思っても、なんかありそうっていう、そう、なんかありそうになっちゃうんだよ、そうなんだよね、うん、なんかありそうになっちゃうよね、どこだったら、あとはもう罰当たりとかになっちゃうからね、そうなんだよ、うん、もうそこ紙一重だもん、そうなのよ、うん、でもすごい夢は、一回でいいから東京ディズニーランドで、うん、ミッキーマウスとかミニーマウスよりショーやってる中で、あの二人よりも目立つ自分でいたいっていう、なんか端っこの方のお釜全開にこうやってそれキャストとして、そうキャストとして、すごいうるさいキャストがいる、絶対ダメじゃん、うん、絶対ダメだけど、うん、そう、そういううるさいキャストとして一回出てみた、オリエンタルランドの方ご覧になってませんか踊れます、でもさ、絶対さ、ディズニーの仕事はないだろうね、ないやでしょ、ドラッグやね、だって結構入れないって言うじゃん、入るの入るの入るの、誰かがホッシーが、ホッシーさん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 が酔っ払ったまま行ったらダメだった、ダメだったってね、あら、この方いいこと言ってるよ、純子ドリアンのまあ大変ね、新宿2丁目公開収録が見たいということで、どういうこと、公開収録、そう、公開録音、公開録音、なんで録音で、なんかラジオベースので、ね、公開収録ね、いいじゃない、なんか夏休み電話相談室みたいな感じで、そうね、うん、公開録音ね、あ、公開収録、収録、収録、あ、だから実際お客さん目の前にいるから、そう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 、そういうことね、あ、それでやったことないもんね、ね、いや全然やって、あとそれこそね、この間も言ったけど、枝豆薫さんもやっていいと思うし、そうだね、ジャッジミーもこのお客様の前でやりたいし、そうだね、うん、いっぱいできることあるよね。ねえ、今年はどんな1年になるんでしょうか、そんな大きな夢もなかったね別になんかあんまりないんだよね、夢とか、いいのよ、もう夢なんか大きく設定した方がめんどくさいんだから、ないもんね、そのやりたいことしかないから、そうで、やりたいことを少しずつちょっとずつこうね、着実にやっていけばいいんじゃないでしょうか、
いやでもなんかいいな、何にも考えないでただただやるのね。これでまあね、皆さんがこう満足してくれてたらいいんだろうけど。そうなのよ、脇山先生、私はまだお会いできてないですからね。あ、そう、私お会いしたのよね。そう、脇山先生、そう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 、脇山先生にお会いしたんだよ。すごい、もう中の人がスナック食べてる音がものすごい突っ込まれてボリ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 、いないでしょうね。ねえ、ディズニーに女装キャラっていないよね。いないはず、女装はいないんじゃないかな、まだ。ねえ、ないよね。そうね、だからなんかお知らせあります？あ、でもそうね、じゃあ私からお知らせ、はい、はい。まだね、このはっきり、お知らせしないんですけれども、再来月4月17日日曜日、大阪ドゥーイズカフェにてドリアン・ロロブリジーダ歌謡ショーを開催させていただきます。こちらですね、もろもろもう揃ってまいりましたので、2月の13日2月の13日に来週の日曜日ね、来週の日曜日にチケットの方を発売させていただきたいと思いますので、そのもろもろはですね、ちょっともうちょっと前もってこうあれして、あのチケット開始がそこという形にさせていただきたいと思いますので俺言っとこ、120円このままじゃ終わらないと思ってたけど最後にまさかのスパッチャ。いやお母さんどうする僕はイベントとかでさ、私無理あー死ぬ、ほらちょっとね、ご時世的にあの確実にやれるかが、まあ、決まってるんですけど、はい、決まってるんですけども、まあ、時代がどう流れてどう流されるかわからないので、うん、これ映ってる、もうちょっと近づけたらいい。なに？クイーン&クイーン2022年3月3日品川インターシティホール、どのイベントなのこれ、純子さん。これはですね、昨年、ドリアンさん、ホシーさん、オナンさん、リルグランビッチ、ダオメ純子で出た、はい、東京 MX の This is Me というございました、ね、番組が、はい、LGBT の方の活躍を応援する番組があったんですけども、うん、その番組とですね、あとミスインタークイーンという、インターナショナルクイーン、インターナショナルクイーンという、うん、日本のトランスジェンダーニューハーフの方の1位を決める大会、はい、そして世界大会もあって、あの、うん、有名なところで言うと春の愛さんとかが出て優勝されたニューハーフの大会があるんですけども、簡単に言っちゃうね、ニューハーフって言っちゃうけど、その、MIQ、ミス・インターナショナル・クイーンと、あと This is Me が、合体して、共同開催する、うん、そのドラッグクイーン勢と、ミス・インターナショナル・クイーンの今まで歴代のチャンピオンの方が出るんです、うん、で、それこそ私、先日共演したあの静岡の、ね、有名な月島紅さんという方とか、はい、素晴らしいですとか、いろいろこう、いろんな方が出て、うん、ショーをブワーッとやっていくっていう、うん、もう本当に怒涛に目白押しにショーだったりするんですけども、うん、あとは春菜愛さん、レスリー・キースさん、あとブラザー・コーさんとか、いろんな、はい、そのイベントにまつわる方とかが出て、うん、いろんなショーをしていくっていうイベントですね、はい、うん、それが品川インターシティホール、はい、駅、品川プリンスの逆側の出口です、ね、3月3日ね、3月3日、木曜日、うん、夕方5時から夜の7時で、で席によってちょっとお値段が違うので、はい、
はい、もしね、もうそろそろ情報解禁やね。もうそろそろ情報解禁ですね。あ、もう情報解禁してる。あ、してる。あ、してる。あ、してる。嘘。うん。そこら辺がやっぱね。あのね、今日来た。多分。え、で、さっき今日来たの。いや、来たけれども、そのこれ、な、まあいいや。で、SNS とかでも結構もう上げてたりするのかな。あ、あ、うん、教え子さん上げてたよ。もう。あ、その メインというか主催側は。あ、上げてると思う。多分。あ、そうなの、ね。うん。これオッケーだと思うよ。わかんないけど。そうそう、3月3日になります。さあ、ドリアさんは何をやるのかな。私やろうかな。私はですね、先々週やったあのショー。あら、これは楽しみだ。やらせていただきたいと思いますので。私はいつも通りです。いつも通りかどうかは分かりませんけど。そうそう、星さんもオーナーさんもリルさんも賞します。泉、うん、ちゃんもアナのおしるこさんも賞します。あ、豪華。そしてポールダンサーチームが出たりとですね、まあ、This is me の番組に出演された方々、ね、うん、あとは、MIQ の方々が合同で、みんな1部と2部に分かれて賞するというイベントです。あと皆さんに1個お願いがございまして、いきなりインスタの DM で長々と相談事を送りつけるのはやめてください。無視します。長くない？めっちゃ長い。うん、ほんと、でも多分ね、色恋なのよね。ほんと知らねえよ。あ、そうね、これ困るよね、相談されても。すごいね、ほんとね、相談に答える義務もないわけね。そうなんですよ。恐れ入ります。恐れ入ります。うん、ということで、そうね、お届け、ダラダラとお届けしてまいりました、ドリアン、ドリアン純かな。まあ、タイトルスダイアン。まあ、マゾメスダイアン。そろそろね、こちらもお時間もね、明日すごい寒いらしいから。なんかね、さっきね、雪、いろんなところで雪降ってるって情報が。あ、そう、うん、明日もめっちゃ寒いし、来週も寒いんだってね。小平降ってんじゃん。あ、そうね、これまだ外降ってる。え、電車あるこれ、今日あるよ、わかんないよ、小平からって。もう西武線、西武線、西武線、もう西武線。私今日なんで来たんだっけ、西武線か。あ、でもまああるね、そうするんだもんね。へぇー、あとはないもんね。ないね。それと、うん、そうと来週の、来週あの公開予定の、公開予定の途中で、あのお母さんに聞かれちゃった。デヴィ夫人と、あの大人気 YouTuber コンビセカンドストリートさん、この2組がですね、がっぷり4つをしていろいろこうお話をされるというコンテンツが来週の週末に、こちら公開される予定です。私はもうレフェリー役でファイッってやってるだけなので、ただ横でニッタニッタしてるだけなんですけれども、まあ、デヴィさんのね、あのお調子がまた、お見舞いできると思いますので、ぜひそちらの方もお楽しみにしてください。はい、あ、そう、ホーミー。でもこれロケ行きたいね。ね、ロケ行きたい。あのほら、ちょっと前にあのほら渋谷回ったりして、や、あ、ああいう感じでね。そうそうそう。ちょっとで、あと一般の方と、一般の方というかね、いらっしゃる方とこういろいろ話してきたりね、うん、やりたいよね。そうそうそう。あとなんかこうすごくなんだろう、本当に見せちゃいけないローテーションで行きたいね。あ、こんなね。うん、そうそうそう。戸越銀座とか行きたい。あ、戸越銀座来た。全部銀、あ、銀座商店街全部攻める。戸越銀座。谷中銀座。谷中銀座。あと、もまだあるよね。なんかいろいろあるんじゃない、うん、なんか銀座ってあるの。そう、その銀座攻めみたいなさ。ああ、そう、行こうよね、全然乗る気じゃないけど。すごいなと思って。わかりやすかった。でもなんか、でもああいう、なんかああいうところに行きたいで、なんかハムカツとか食べて美味しいってやりたい。うん、うん、なんかそれちょっとやりたいね。今年はできるといいな。今年ちょっとなんか、あの純子のなんとかなんとかみたいなコーナー作ろうかな。お、いいじゃん。なんか、あの5分ぐらいで終わっちゃう。いや、どんな5分ぐらいの、あのてん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 のあの番組あったじゃん。てんてんてんなんだっけ、てん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 の、なんだっけ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 、土曜日のゴールデン洋画劇場が始まる前ぐらいにやったやつ。なんだっけ、食いしん坊万歳。あ、そう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 、ああいうの、ああいうのいいじゃん。うん、じゃあ終わろうか。じゃあ皆さんお引き取りください。それでは
ありがとうございました。さよなら。スーパーチャットいただいてくれてありがとうございます。ありがとうございました。寒いから風邪ひかないでね。バイ。おめんにゃい。